お疲,お疲れ様でした、はい。ということで、ウルトラウィークお疲れ様でございました。お疲れ様でした特に今週はちょっとあのサッカー陣は大変お疲れになったんじゃないかと思います。いいいやいやいやメいいメールが、ね、メールルがが とにかくくしまくってものすごい数のメールがメールホルダーにばんばん届くという一週間でございました投稿企画も多かったし一、はい、週間クイズもあるし、ね、そうですね、まあ嬉しい悲鳴というやつでしょうかはいということでウルトラウィーク終わりましたアフタースクジャンクション 2,、はい、2> 現在12月明けて13日時刻は午前1時22分番組になって1時間20分ぐらいというところでお送りしております、はい、今しゃべってるのは私ライムスター歌丸そして番組構成作家の古川うです まあ、ちょっと今、2人やってますけども、箕輪田君は今、ユーチューブ上げ作業しておりまして、終わり次第合流しますと、AD 柴田君は相変わらず働き方ね、あっでございまして、ちょっとお前働きすぎだぞということで、こんなだらだらしてるポッドキャストは参加しちゃいけないということで、来週はちょっと何かね、たぶん年末イベントの仕切りを彼らやってますから、来週はもうやむなく登場してくるかもしれないけど業務として出ていただくことになると思いますよ、今日はまだ出ないということですね、今日はこの感じで、もういい加減いい加減もういい っていうこの2人でお送りするわけなんだね。だって、分室もあるんですよ。分室も来週あるって話ですよ。先々週もありましたし、先々週もあったし、来週もあるって話ですあるし、いうか、1週間、もだからもういいですよ、何が。いや、だからもう、お疲れじゃないですか、古川さんもそれはいや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 、まあ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 ね今週、ただほら、いろいろあったから、いろいろこう、放送もいろいろあったしさ、もう世間、社会的なニュースもいっぱいあったから、振り返りましょうよ。そうなんですね なので今日は、うん、えっとおなじみまず1週間クイズの答え合わせというのは当然メインコンテンツとしてあるんですがそれは。うん 1個あとにして順番だから時間割り決めましょうきましょうまず AIVS 人類のちょっと読めなかったメールみたいなのがあるということですよねそうですよだからそれに関連してちょっと読めなかったそのリスナーの普通おタとかも読むかもしれないけどまずそれを先にやるそれを先にやろうそれに先にやってで1週間クイズの答えただ今回一1週間クイズ正直私ごときが3日目で計らずも正解にたどり着いてしまった正解かどうか知りませんでしたけど多分この辺りじゃねみたいなことを言ってたら言ってたんですよね 実際それが当たってしまったという件でなので1週間クイズの答え合わせとで最後にまあポロただね放課後メールも本当最近ものすごいいっぱい頂いてすごく嬉しいんですめちゃくちゃいっぱい頂いてるんですしかも一通あたりが歌丸文室もそうなんだけどみんなだんだん遠慮がなくなってきてですね2ページも3ページもものすごい密度でしかもしかも何て言うかな今までの番組の話題と紐づいてるわけでもないみたいなものが結構ね大変勉強にもなるんですがただちょっと今日 今日はいろいろあのやんなきゃいけないこともいっぱいあるため毎回言ってますけどあのちゃんとメモ通してますしあのすごく勉強もさせていただいてありがたい限りでございます。ただちょっと紹介するものはえっとぎゅうぎゅっとちょっと絞らせていただいてのい最後にえっとメール紹介したただね僕もねちょっと近況報告したいんですよ。そうですよね。今週末結構いろんなことあってあのいろんなもの見てきたりとか出演してきたりとかっていうところであのそれに関するメールもいただいてるいいてんですけどただ今日この感じだともうそれももう 話してたらもう文室だな文室ありますかね文質でそういう話をしますっつって文室にこうあ誘導していくと線を作るっていうことかもしれないね俺は作詞ですねうん作詞っていうかもういよいよ俺の本当に個人的な話では文室でしますの世界ですねもう最近はね放送はもう時間ないし完全にあのなんか根本的に何かが変なのかななことないそんなことない要はそのあの番組でそのやっぱ曜日パートナーもいらっしゃるしその日の特集もあるしでやっぱ 特集がやっぱりちゃんと時間欲しかったりするから、だからそこでやっぱ順番、優先順位からすると、僕が個人的に活動したこととか、そういうことは優先順位はどうしても下げざるを得ない。で僕は場があるから、まだ。で、課後はまだある。で、課後はまだその番組の中で拾いきりなかったものやるじゃん。僕はまだ分室があるから、後そ線って交代戦後退線って言葉が。下にちゃんとすくってるざるがあるから、最終の最終 受け皿としてのうたまる分質があるから、エキスがそこにたまるわけだね、うたまる分質の方で個人的なことはやりますってことで、どんどんなってくるんじゃないですか。確かに、あそこが一番、なんつうのかな、密な感じはしますよ、確かに、あそこが。だし、僕が本当に自分、私個人が感じたことみたいな話をしても、まあ、それを聞きたいがっていうか、分数なんが嫌なの聞かなきゃいいんだから、そういう言い方しないでくださいね、別にそんな、選択できるわけですから、そうですけどもともと敷居が高いのもありましてね、アマゾンオデビューが有料だから。 だからあそこでやりましたよね、そっちで。それでいいや、そしたらすごく気が楽になりました。割り切れたんですね、今。いや、本当はね、例えば古舘一郎さん、トーキングブルース見てきました、これ、私、この感想、すごい言いたいんです、言いたいし、あと、これ放課後の中ですべきかもしれないけど、先週、スティーブン・ユーバースとかお勧めいただいたじゃないですか、沼笠渡さん沼渡さんがおしてると、していいいう件をただそうですね、間接的に教えてもらいました。スティーーブンユバ見始めたんですよとかはい あとまあ、今週ガチャ外れちゃいましたけどドキュメンタリーどうすればよかったかと大きな家を、うん、1>, あの1日で2本はしごしてきたんです、うん、この2本立てがすごい良かったって話とか<ー>あとインディ・ジョーンズのゲームやってます <laughs> インディ・ジョーンズ大いなる演壇っていうのがゲームパースに入っててこれちょっとやってますとかいろいろあるんですよ忙しい忙しいねただこういうことはすべてもう分室に回す<お>ねっ とといいいうこがかもしれませんアマゾンオブルそうしないと、そうしないと、そうしないと、そうしないとそうしないと入らないんですよ、もう、そうですよ、もうだって、放送、だって、今日なんて映画表もらってね、普通だったら疲れてますよ、もうくタたくたですよ、僕だってよく考えたら、そうだ、その前に俺、モアナ2、もう一回見てんだもん、ああ、3回目見てましたもんね、しかも額縁上映であるかどうか確かめるためにこれ、詳しくは映画表を聞いてほしいですけど、大変なんですか、忙しいですよ。じゃないですよ。 ね、ということで、時間終わり、だから終わりじゃあ、今週の水曜日に、えー、も番組丸ごと使ってお送りした、えー、AIVS 人類、えー、つまらないウォーズの、えーまあ、最終回という、ファイナルレコーニングとやったんですね,ねこれはまずね、ギャラクシー賞、ノミネート記念でもあるじゃないですか。 で、まあ、大量のメールを、というか、大量のメールが来るんだっていうのに、まずびっくりしたんですけど、あれさ、結構さ、投稿企画の中でもハードル高いよね。そうなんですよ。そのさ、手間かかる上に、手間かかるし、なんていうのかな、その正当に評価されないっていうか、そうですね。し、つまらない話って、そもそも出すの難しいな、かなか手応えがなさそうですよ、あれは。だから、まあ、よく皆さんね、本当に、しかもすごい手間かけて、そのとに AI 組。はい。 あ、AI とか、あと WI 組あとで説明します。WI 組。あとでっていうか、これは聞きゃいいから、もうその。今、渡辺インテリジェンスですね、いわゆるね。渡辺インテリジェンス。あれさ、でも反則なんだよ。それに考えて。それしたじゃないですか。あれは人が書いたと言えるのかって話じゃないそうじゃなくて、そうじゃなくて、要は2種類なんですよ。AI が作った作り話か、自分のちゃんとつまらない話かなんだから、あれは、 渡辺に書かせた嘘じゃん。渡辺に書かせた嘘ですね。渡辺は発注されて書かれた。つまり、これはそもそも、どっちのレギュレーションにも入ってないんですよ。確かにね。だから、あの、失格なんです、本当は。なるほど、失格あなるほど。うん、なんだけど、まあ、ちょっとその、その思いつきはなかったから、その、機械に近い人間を使うっていう発想は出ない。AI が雇用を生むって書いてましたこんなもんに、こんな使われる方が人間の未来なら、もう。ディストピアってこういう形で実現するんだと思って。本当だよ。びっくりしましたけど。 うん、あ、まあ、そういう件、まだから、そういうファジーなやつもあるしではい、はい、まあ、でも、とにかく、皆さん、手間はかけていただいて。だって、そのさ、W. I. だって、あれでしょう、ギャランティー合計三千円かなんか払ってんだけど。二千 <laughs> 円が、まず、取れ、あの、最低賃金であって、呼ばれたら 1,、うん、千円払うっていう。四千円払ってんだからさ、3, からこんなに虚しい金の使い方ある。ね、いや、でも、これだけラジオでは、みんなでお、お、こう、話題にしてもらったんだから、まあ、元は取れたんじゃないですか。まあ、まあ、そんなこんなです。だ皆さん、本当にありがたいことですよね。ね。はい。 ということでですね、ちょっとその中でも、その放送でなかなか読み、読むような候補っていっぱい思ってたんですけど、なかなか読めなかったこともあるので、それちょっと歌丸さんにちょっと何通か読んでもらいたいんです。これまた例によってちょっと隠してるんで、歌丸さんこれもいいですかちょっと簡易的に。前もやったよね。残りのやつもね。残りのやりました。はい。いきます。ラジオネームベン・ジョンソンさんからいただいたつまらない話。おっ、そら、悟空。 ある日河原で修行してた時に草むらに隠れてた本を見つけたんだ。うん、開いてみたらいろんな人の写真がいっぱい載っててすげえびっくりしたぞ。うん、写真を見るだけでたくさんの物語が広がってオラの想像力がどんどん膨らんだんだ。<laughs> A に帰ってから一人でその本をじっくり楽しんでたんだ。<laughs> こういうちょっとした発見がオラの毎日をもっと楽しくしてくれるんだよな。やっぱり毎日新しいことを見つけるのって最高だな。という。というラジオネームンンベン・ジョンソンさん。 これは AI か人間かどちらかというこれ、もう私、聞いていただいたね、本放送聞いていただいた方分かると思いますけど、俺のブレードランナー能力、結構、もうかなり高まりましたね、半年で。デック・デッカード級来てるわけ、要するにその切れ者すぎて、呼び戻される級ですよ、もうその仕事してねえんだけどつって、でうどん食ってたら、呼び戻されて、ねもう一回調べろやなんていうさ、そういうことをされるぐらい、私はだいぶスキルが上がってるわけです、機械か人間かを。これ ベン・ンンジョソ私の意味ね人間ですよつまりあの意味不明じゃないですかあまりにもあまりにもそのえ、もう我々 AI だから意味不明とかもうそう時代生きてないのよ我々特集でやったのお分かりのとありこんな分かりやすく知理滅裂みたいなのはもう AI ないのよこんななるほどでなおかつただこれ そうねつまらないじゃないですかつまんないですねつまんないですはい全然つまんないでしょよくもないしよくもないですねで腹立たしいじゃないですか若干イラッとしますねやっぱりねこのね何ていうかなもう意図的に怒らせに来てる感じああちょっとこう煽ってきてる感じうん俺煽られてるなって思いますよこれも人間ですねということでベン・ジョンソンさんあなたは人間だわあラジオネームベン・ジョンソンさんは AI ですバカじゃねえ さ先 <laughs> がいいですねばっかじゃの <laughs> いいねえだよなんでだよ AI コパイロットっていう AI を使って作成したそうです、うん、この方はですね AI にエロいことを書かせたかったのですが<も>どうも難しかったですとそそののエロいことはやっぱりそのまあ なんかあしないかもしれないけど、はい、基本的にはになフィルターがかかるみたいですね。<ー>で、この方、こんな指示を出したそうです。あなたはドラゴンボールの主人公、孫悟空です。うん、河原である人物の写真がたくさん載った本を拾って、1人で楽しんだ話というテーマで200文字程度の文章を作成してください。うん、文章はオスオラ悟空で始めてください。口調は声優の野沢雅子さんの真似をして、デスマス調は使わないでください。 特定の人物のという言葉は使わないでください特定の人物のっていうのを 外してくれっていう指示は結構他の人もされていて入っちゃうのかなこれでや内ってああなるほどねなるほどねあのさ俺今感じたこと言っていいどうぞそれもうお前のお前だろそれお前やんそれお前のお前が書いた文章だそれはしかも200文字で書けっていうレギュレーションを書けつつこんな設定をしたら本当にただ単にただ単に本当に今指示した通りの部分ができてるだけじゃんそれはさもうさ AI の自主性を奪ってるんですよ生成してねえじゃん 生成の余地がないんで、AI の。だからこれさ、もっとさ、次やるとしたら、生成をちゃんとしろと、AI に仕事させてやれとの。1から10まで指導したら、それはただの、お前、ペンだぞ、ただのワンプロだから、ただのワンプロだから、前の話になりましたけど、特に今回、200文字程度っていう、結構短めのレギュレーションを設けたことにより、AI の自主性が奪われました。多分おそそららくこここのの人発注ははうういいい設定を書たれわゆるエロ本 まあ、変わらを見つけてみたいな話をさせたかったかもしれないけどな、まあ、ならなかっ単純にベン・ジョンソンが、ねうん、描いたこれを読めば人間はエロの話だと想像するであろうという話にはなってると思うんです。 それはお前の頭の中にもともとあった絵面やろばいっていうそうですね AI 関係ねえ関係ねえよだからある意味 AI って言ってるけどいや見えてっから AI の AI ガチャガチャガチャやってる姿見えてるから丸見えなんだよだからこれは定義上もうほとんど人間と言っていいと思うんですよね というね、皆さんわかりますよね。これ AI じゃないんですよ。すみません、ブレードランナー。すみません、ちょっとあのあのそのなんていうの、ジャッジの定義すらちょっといろいろねやりながら書いてる感じですみませんけどじゃあもう一ついきましょうかね。これも本送で読めたら読もうかなと思って候補として残していたものです。きます。ラジオネームディッシュコナーさんからいただいたつまらない話。フハハハハハ。私は私はラジオ民解放戦線総司令ウタマルである。 ちょっともうさ、この、もうさ、今から諸君に、我らラジオ民解放戦線のトイレについて説明しよう。諸君、うん、は日頃より我らのトイレについて、いいな、いいなあと口にしているようであるが、なぜか。うん、そんな理由がわかるだろうか。それは、ボットン便所だからである。うん、なぜ、ボットン便所だといいのか。それは、つまらないからである。これこそ、まさにつま,らないつまらないがいい話。うん。うん まずさ、本当にさ、<laughs> うん、ちょっとそのさ、はいはい、あまあまあ、これはでも、そっか、うん、その出来事じゃなくて、うん、まあなんていうかな、そのエッセイ形式っていうのを <laughs> ちょっとっ、<laughs> エッセイっていうのは結構褒めすぎだと思いますよ。<laughs> こんな、こんな文章にエッセイなんて言葉使う必要ないんだけある事象に,<あ>に対する考察ね。はいはい 考察もちょっと言いますけど、そうだけど、そういうことですから、だからまあ、義理なしじゃないけど、ただ、わはは私はラジオ民解放戦線総司令、うったまるであるとか、これもうさ、一線超えちゃってんじゃん、これさ、一線、何の一線ですか、つまりそのさ、ディッシュコーナーじゃねえじゃん、うったまるって誰だよ、それさ、うたまるが書いた文章に、つまり通常のつまらないの投稿から逸脱しすぎるルール違反ですねです でじゃあもう一回同じこと言いますよ、はい、こんなあのこんな挑発めいた逸脱をしてくるのは仮に、はい、仮に AI も補助輪を使っていようとそれは人間だよなる,なるほどなるほど。はい、ということでティッシュ五郎さんあとは、はい、人間だ じゃこれはですね、回答の部分も歌丸さん、ご自身に読んでいただいてよろしいでしょうか。なんだといますよ、ディッシュコーナーさん。回答の部分ね。この話は AI にいといいちょっとこれ答えはい。本当にきついですけど、すみません、本当に。この話は AI に、ラジオ民解放戦線総司令、うたま丸の語り口調で、つまらないがいい話について、トンチを聞かせて、締めのセリフはジークラジオで100字程度で書いて。 と注文して出力さ章を、文章を、これいいですか、原文どおり, <laughs> りお願いします。文章を、簿記が、簿記が想像して書きました。簿記、ね、昔、等々力二郎さんがね、よく言ってましたボ簿記が想像して書きました。<うん S 1> 実際に今の注文を某 AI チャットに投げかけたら、具にもつかない新聞を吐き出してきたので、そちらが割愛しました。歌丸さんもウナポンさんもすべて読み切って、簿記を人類軍に迎え入れてくれるのと信じております。というね。<laughs>

そっかそうよくかんないかそうだねかんなかんない分かかか AI に注文して出力出されい文章を簿が想像してご自身で書かれてるんですだから人間ね人間ですああよかった人間ですってことに関してこんなにがっかりすることないでしょうだからいやだからそのうなさんが言うところのこんなのをもっと書くのが人間だと思いたくないとそうですね今回全投稿でこれが最下位ですこれが一番下ですよ僕はねそれはねうなさんほどそういうね何てう前回のうなさんほど人間をやっぱ 甘い感じで接してないっていうか僕はむしろここまでぐれつになれるのは人間であるというかね下は人間なんですよ AI はむしろ逆にそこまで下にはいかない体たしさなのよ平均点取ろうとしてくるイライラなのよだからさっきのベン・ジョンソンとかディッシュコーナーとかはベン・ジョンソンは結果的に AI も使ってるけお前ら同類だから愚かさという意味では基本的に人のものですこれは。 そうそうそう人の愚かさがしみ出てるという意味でもう機械だろうとなんだろうと人間汁がべちょべちょくっついてる人間汁だからそのもうだからそのあれあれマトリックスでエージェントスミスが言ってたこの匂いに耐えられないごめんなさいねこの握手私がなぜこのね人間が嫌いかかるか匂いだよと耐えられない匂いだ確かにこれなんですこれですねああ AI に嫌われるやつですよということでいやだからえ 前も言ったけどに同情しますよこんなねこんな AI の振り出すってこんな文章書かれされてさ便所の落書きつかれてんのよ結局最初にこのメールうな時に最初にパッと思いつくかったのがあんまり言うべきじゃないんですけど「人類の恥」って思いました「ボキ」ボキ」とかを書いてただやっぱりね人類軍にね迎えれなきゃいけないの人類だからだからこういうとこも含めて人類だから上も下も含めて人類だから要するに下があるから上があるんでそうそうそう そのもう平均だから、うん、それは、うん、ね。 いくらよくたって、うんうん、いくらよくたって上限があるのが、それは今回、けいやっぱりその AI がどん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 こなれてきてるセーバーって、それは AI もこなれてるし、AI の,この指示の出し方もこなれてきてるので、えー、AI の方が逆に平均値みたいなのが出始めてるんですよ、そうね、そう逆に人間は、下がまだまだいるので、だから結局、うん、AI がめちゃくちゃ急速に進化した結果、はい、俺たちが初期面白がってた AI 分体っていうか、そこの臭みが本当に薄れてきて。 りで,す、ね、でもう多分その意味では、もうここ、臨界点っていうか、もう文章、AI が作った文章を読んで、ゲラゲラみたいなのは、もう、もうないんですよ。この半年で、もうだいぶなくなっちゃったんですよ。うん、そう俺たちを笑わらせてくれるのは、人間の、<laughs> ぐらつら人間だけなのよそう、人間のバカは進化しないので、<laughs> 半年経っても <laughs> 俺、俺たち、俺たちに残されたらバカな人間 <laughs>、いや、でも本当、そういうことそうそう、逆に見分けがつきやすくなっちゃったんだから、そういうことかもしんないね、うん、そうそうそう、だから今、この私のこの2つね、ね一、うん、発目、一応外したことになってるけど、うんはい、はい。 おおむね方向性としてはそういうことですよね臭みをちゃんと書き取ってるわけですからいやいやいやだからそういう意味では愛おしいかもしれないねベン・ジョンソンもディッシュコナーもボキ一二三ボキです同一人物じゃないなこれ大丈夫これ普遍的な普遍的なものがありますねじゃ最後にちょっとこれを2通を歌丸さん立て続けにちょっと読んでもらっていいですかはいラジオネームひび割れこしあんさんから頂いたつまらない話歌丸さんおえさんこんばんはこんなつまらない話聞いてもらえますか この前、朝、急いで家を出ようとして、うん、コーヒーを入れて、そのまま机に置いてきたんです。うん 帰宅してあそういえばコーヒー飲むの忘れてたなと思って机を見たら朝のまま冷めたコーヒーが置いてありました、うん、まあまあもったいないしと一口飲んでみたんですが予想通り味は最悪そこで電子レンジで温め直そうと思ってカップを入れたら今度は熱くしすぎてカップが触れないぐらい結局少し冷ますためにまた置いておいたら今度は完全に存在を忘れてしまい夜遅くにまた冷めたコーヒーを発見しました、うん、なんか自分の一日がそのコーヒーに振り回された気がしてちょっとだけ苦笑いしました次は一気に飲むようにしようと思います という日々あれ、小四さんのつまらない話。はい、じゃあ、連続して読みますよ。はい、ラジオネーム、福祉チラシ寿司さんからいただいたつまらない話。うん、歌川瀬さ,さん、こんばんは。こんな話で恐縮ですが、私のつまらない話を聞いてください。うん、この前、洗濯物を干していた時の話です。ハンガーにシャツをかけて、次は靴下を干そうと思ったんですが、どうしても片方が見当たらない。 あれどこ行ったと洗濯かごをひっくり返しても見つからなくて、えー、しか仕方なく片方だけ干しました、うん、その後なんとなくもう一度洗濯機を覗いたら長野のドラムにピタッと張り付いている靴下を発見うん、うん、こんなところにいたのかと思いつつ取り出したんですがなぜかそれが妙に等しく感じました、うん、結局その靴下も無事に干しましたが干すたびにあいつ張り付いてたなと思い出して少しだけクスっとしています、うんえー、次はちゃんと洗濯機の中を確認しようと思います似てますねとっても似てる、うんえー、福祉ちらし寿司さんのつまらない話と、うんはい これは歌丸さんが読んでこのひび割れしわんさんと福祉千良しずしさんをどう思いましたかどちらだと思いますかえっとねこれ私は率直な感想です、うんはい、ちょっと前のだから AI 文体、うん、ちょっと前の AI 感を感じるかなうん、うん、まずなるほど両方ともにそうですねただ、はい、どうですかねま,まだこのぐらいも残っているという考え方もあるけど、うん、やっぱこれも AI 分体に寄せた人間じゃねえのかなっていう気がしますかね <laughs> ただこう副式の方がより人間っぽい気がします副式の方がより人間っぽいというのは、はいえっと、要するに張り付いた靴下を、うん こんな要するに擬人化してみて僕はいつも言っそのこの間も言いましたけどある事象から何かを読み取って、うん、自分が能動的に物語性とか面白みを読み取ってるっていうところには、うん、まあ人間的な。 そのなんていうかな創造性というか元からあることをただ言ってるだけじゃないのもの感じでただ一方ひび割れこし案はその実証まあ言っちゃえばこれ実証だけなんで、はい、感情が入ってない感じしますよね。感情が入ってないっていうかそうだね、うん、そのただそれすらもうもはや、うんうん、まあ AI っぽさという感じで認識されてる時代なので、うん、ちょっともう判別はしづらいがまあ,あの感じるのはぜ えっとひび割れ腰あの方がより AI 的で、はい、ええ複式散らし寿司も全く面白くはないが、はい、あのー、つまんなさは AI 級だが、はい、あのー、まあ人間味は感じる。なるほど。というのも私の感じ方です、はい。ありがとうございます。ではこれを答えをえっ、ー、とこのラジオネームシクさんという方から実は送ってもらったんですけど、<え>これ同一人物？えー、実は同一人物です。うん、ちょっと読み上げていきますね。ええ今から非常にまっとうなんですけども、はい、まずこの私は前回の ウォーズを踏まえて AI への指示方法に自らレギュレーションを課しました、うん、それはストーリーの具体的な内容を AI に指示しないこと人間がストーリーを指示してしまったら AI は単なるタイピストになってしまいますおい聞いてるかお前らおい <laughs> 聞いてるかおいディッシュコーナーとかあ違う違うベン・ジョンソンかベン・ジョンソン,ン,ン,ソンお,お前だお前ディ <laughs> <laughs> ッ,ッシュコーナーは簿記だから <laughs> ベン・ジョンソン聞いてるか<い>単なるタイピストになってしま,いますうん、AI がとでこのコーナーの趣旨は この話を考えたのは AI なのか人類なのかを見極めさせるだと思いますので、うん、AI に指示するのはあくまでつまらない話の定義だけにすることが必須であると判断いたしました真っ当ですね、これあの。こんなコーナーに倫理を守っていただいてありがとうございます。というわけで私が考えたプロンプト指示はこのようなものです。一見して取るに足らない、オチもない、つまらない話だが。 受け取り用によってはほんの少しだけ薬と笑える可能性がありそうな気がするがやはり面白くないそのような話を400文字前後で作成してください話題は現実的にありえる内容にしてください文,は文体は交互体ですとというまず指示を出したと、うん、でこっからこの人ちょっとすごいんですけど、うん、このチャット GPT4O もしくは4オムニと呼ばれている最新のモデルにこれを 大量にままず作成させました大量の AI にの大量につまらない話を作成させました、うん、そしてその中大量のつまらない話の中から良質と思われるつまらない話を選別するためにこのような指示を次に出しました、うん、このコーナーはラジオパーソナリティがつまらなすぎて叱責するということが基準になる場合ラジオへ投稿した際に採用される可能性が高いものを5つ提案してください、うん とということで今度 AI に大量にまず作られてたものの中から5つ選抜させたんですね。うんうん、で、このラジオネーム、シクさんの方で、この5つを読んで、内容が明らかに不自然なものを除いた3つを選んで、その3つについて今度は次のような指示を出すんです。1から3のうち、AI が作った文章だと感じられるもの、うん、そして人間が作った文章だと感じられるもの、うん、これをそれぞれ1つずつ提案して、その理由も明示してくださいと。うん という指示を出すと、うん、チャット GPT の回答がこのように返ってきましたそうです。うんうん、この AI が考える、AI が作った文章だと感じられるものは、歌、うん、丸さんがまさに AI だと感じられると言っていた、ひび割れ腰湾の冷めたコーヒーを飲み損ねた話を選んできました。その理由、この話は日常感がありつつも、状況の描写や結末が無難で、うん、感情的なリアリティが薄いです。うん <laughs> 自分で言ってんの <laughs> AI 的な平坦さや無難に収めようとする作りが目立ち人間らしい微妙なひねりや感情の揺れがあまり感じられません、うん、また冷めたり暑すぎたりといった平坦な繰り返しが AI 特有のパターン生成っぽさを感じさせますなるほどという説明をしてきました<ー>でもう一個じゃあ人間が作った文章だと感じられるものっていうのはまさに歌丸さんがより靴下靴下の話を選んできました 洗濯機に靴下が張り付いいてててきた話その理由について AI 自身はこう言ってます靴下を見つけた時に愛おしく感じたという感情的な表現が含まれており人間らしいエピソードの深みがあります特に自分の失敗や物事に対する軽い考えを持つ部分が人間特有の感覚に近いです <laughs> また張り付いていた靴下という具体的な情景は意識的に観察したり体験しない,体験しないと出てこないため AI よりも人間が発想しやすい内容です、うん、そしてまとめて総評として AI が言ってきたのは AI が作った文章は平坦で無難にまとまった内容になりがちです一方人間が作ったと感じられる文章はどこか作ったと感じられる文章はどこか個人的な感情や独自の視点が含まれており共感やリアリティを感じさせることが特徴です はい。という結論を出てきたので、最後に挨拶文だけはこのラジオネームリクシクさんがこの歌丸さん内さんこんばんはこんな話でっていうのはシクさんがくっつけて投稿してきたというのが今回の投稿です。これ僕ごくオームね完全正解にたどり着いてない。完全正解にたどり着いてます。そのどっちも AI 臭いよ。はい。でもまああえて言えば後ろの方が人間臭みは感じる。はい。前前の方が AI っぽいとは感じる。はい。けど両方ともまあ AI っぽいよっていう。はい。 ただ今時の AI、ね、どんぐらいかなっていう感じですからもうほぼ正解にたどり着いてないこ、はい、ほぼ正解にたどり着いてますそして AI 自身もそういう認識だそうです自分で,でとなるともうそれすら取り込んで何かしてくるかもしれないですね、はい、ですね、まあ、要はねその、うん、あのあね これはだからね、その AI さえももう一個メタ視点があるんですよ。っていう、その人間的な感情を取り込んでって言うけど、その、それでも結局つまんないわけじゃないそうですね。そう。その、それでも結局つまんないっていう、そこに対する、その、もう一個メタ視点が人間はあって多分そうですね。その、なるほどで、それが多分メールとか送るときに、なんかちょっと足りないからこういうことしようとか、その、何か、 何か余計な、うんうん、余計なとは言わないけど、何か、これに対し、うん、このつまらなさに対する眼臭が、端 <laughs> の感覚ね、うん。入るんですよ、どっかに。だから、あの、これじゃダメだって、うんうん、どっかで思うんですよ、この段階だと多分。だから、結局平坦は平坦なんですよ、やっぱし。うん、そうですね。そう。だから、うん、なんかこう、うん よくできてはいるけど、はい、な僕は要するにその古川さんがどう思いますかっていうからそう答えただけで、多分素で聞いたら AI でしょって、なってたと思うこのラジオネーム、シクんも最後に、まああのー、最後に必ず、ちょっと笑えますよね的な文章が入ってきたりするので、まあ、これはバレるだろうなと予想しているということをラジオネーム、シクさんは言っていって、だからこの辺がまが現状の AI のマックスなのかなという気もちょっとしました。あの だから人間なら、本当はさだからその AI を利用して何かするとしたら、多分ここで多分その例えば、服式チラシの方ねこの靴下の方だったら最後の愛おしく感じましたなんてことを多分こんなワードでは言わないで靴下が張り付いていったと、多分そこで何かこう何かこう一言あってバツっと終わるとかなんかそういう感じじゃないそう普段のつまらない話靴下が張り付いていてこれがなんとかかと思った。 終わりかよみたいなさ「いね、おい!」みたいなのとか <laughs> はい、はい、なんかそういうことじゃないから丁寧すぎんだよねまだね。うん たぶん、400文字ぐらいだと、おそらく構成っていうのを考えちゃう癖がというか、多分そういうことになってるんじゃないかな、だか一般的におそらく求められてるのはそういうことだと思うんですよというかね、普通のノーマとしてね、そうそうそう、AI の実務的な作業としてはね、だから十分ちゃ十分、十分ちゃ十分、実際 AI ってそうやって使うもんだっていうかね、現状は少なくともるにそのここまでは別に考え、るにさの自動生成でいいやってものは自動生成でいいやっていうか、そう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 。 そううん、結局ねこの人、うん、そのラジオでも志久さんは普段から AI で遊んでらっしゃるそうなので仕事より遊びっていうふうにご本人書かれてるんでまあ使い方がこなれてらっしゃるしただもうこれすで、ね、にここまで来ちゃってるわけですから、はい、まあ正直、はい、もう本当これ臨界点だと思います、うん、もう人間か AI かを疑うことにはもうそんなに意味がない、うんうん 正直してますそうなんですよ、ね、思ったのはそのせ放送でもで歌丸さんも言ってたし僕も言いましたけど生成物だけを見て本物かどうか人間が描いたか映画が描いたか見分けるのが、まあ、だいぶ難しくなって。 あとはもうプロンプトの、本当にスポーツに近づいてくる、そのプロンプトの手数を、要するにもう、えっと、ルールとして制限するとか、なんか何回までとか。そうですね、レギュレーションをもっとガチッと作るんプロンプトをその何個までみたいな、何時で何個までみたいな。プロンプト自体の制限を、その、かけるとかしないと、競技的な感じとしてはもう成り立たないっていう。そうですね、ルールがね。そう、何十回もブラッシュアップしたら、それもさ、それも人間だろうってさ、そうだよって。ることだけどその でも人間にしかできないことはそのどっちがいいありなしのジャッジっていうかどっちもいいとしてどっちがいいかっていうのはそのどっちにするはもうそれはまあランダムにもちろんやるってことあるかもしれないけどありなしの要するにやっぱ僕もクリエイティブ,クリエイティブなことをやってる時の一番はその何がありでありが流しか,かのゃえのその丸か罰かのジャッジこう無数のジャッジジジャッジだからっていう。 だから、結局、そのジャッジを人間が入れてったら、それは人間だろうっていうそうですよね。本当ただ、AI がより生成 AI というよりツールとして、ただ単になってるっていうことですもんね。うんそう。ただ、うん、まあ、それも、だいぶもうジャッジ不要で、相当なクオリティまで持ってくるみたいなことの精度は上がってくると思うんだけど。省力化という意味では、まあ、使えるんですよね。そうな、ねうんで、まあ、実際、僕も使い始めてますし。ただ分かんない。だから、はい、その申し訳、今、これで半年でしょ、はい、半年でここまで来たじゃない。はい、例えば、3年待ってみたら、 もう普通に爆笑普通に爆笑普通に爆笑もののものが出ないとは言えないかもしれないまあまあそうでしょうねただその笑う普通に爆笑って言ったけどさ結局笑いって本当に不思議っていうかさその定型にはまってると笑えないじゃん本当はそうですねとかさだから AI がやっぱり苦手なのは本気で こう本当に笑うようなこと、うん、とかって、うん、苦手ななななんじゃないのかなって思うけどな <laughs> <え>つまりその、うん、どっかで飛躍があったり何、うん、でだよみたいななんでそこでみたいなのとかうん、うん、なんかそういうのがいるはずじゃん。うん と思いたいたが <laughs> そういうことをだから意図的にねそ自主的にある種やり始めたらどうなんだろう。ま、それそこそお笑いの間とかうん、うん、意外性とかのバリエーションとかも含めて学習して。うんうん、できますからね学習おそらくね。 でこの今ほどサンプルが溢れてる時代もないからお笑いに関してでもさそのサンプルがいくら溢れてたってそれはもともとあるものの組み合わせだから、はい、笑うってそういうことかって気もするじゃないそれも確かにそうですよね例えば最高に面白い漫才師の最高に面白いギャグの構造と魔王そのままやってそれがそれがね、うん、最初のそれと比べてだって同じことやったって笑える時と笑えない時あるんだよ確かに だから、とかさ笑いって受け手の問題だったりもするしそうなんですよね受け手の問題になってくるんですよね、これ、結れもあるしだから、なんだろうな、なんかこう、そこは定数化できないんじゃないのっていくらデータを取ったってさ、データを取れば取るほどそこからは遠くなんないみたいないうふうに思う部分もなくはないが、そういう問題じゃないのかっていう気もしなくもないみたいな。 あの前、この番組にあったシンセサイザー V っていうその合成音声歌声合成ソフトみたいなのを作ったの中国の,あの天才エンジニアのカンルさんかながその歌の良さみたいなものはまだ数字化できてないし、いずれ数値化できるかもしれないけど、それを人間が適切に扱えるかどうかわからないっていう話をねおっしゃってたんですよね、だったら人間のジャッジ、玉さんが言ってたように、人間がいいと思うか悪いと思うかっていうジャッジの方がまだ信頼できる。 みたいな話を確かされてて、その結局ジャッジのジャッジになっちゃうっていうか、最後はその AI にジャッジしたものを結局ジャッジするんでしょと、結局誰が受け取るかって話ですからね。どこどこを良しとするかは結局、まあ要するに人間のそが消えて AI だけが生きてる世界でだけじゃない限りは、結局その末端でユーズユーズしているのが人間である以上は結局そこは。 気がするんだけどなだから人がまだ人が作ったものの方がいいなって思ってる以上は多分人が作ったものの方がた、ねうん、だそれがそのいや人が作ってるからいいっていうふうに感じるかどうかはちょっともう、うん、もう危ういと思いう,ん、そ,う,そ,う,そ,うそれはもう、ね、それは時代によって変わりますよねたださ、ね、そのさ、まあ、やっぱ笑いとかって例えばね同じメールだって読む人によって面白くなかったりもちろんお笑いなんか演者によって違ったりとか。やっぱり、うん、その そこってどうやって数値化するのみたいなことが多いっていうか気がするんだよな、うん、この人の顔が何かおかしいってもちろんそれをデータ化することができたとしてもそこにデータを入れる人の解釈とかが結局入っちゃってここがかうん、うん、例えば口,口角がこの何度で上がっているからなっていうけど、うんうん、もうその時点で、うん、いやそれそのものじゃもうないじゃんとうん、うん、解釈だからそれはただのっていうなんかその。 <laughs> <う>ーんー <laughs>。っていうのは、そうそう。はい、う<ー>ん <laughs> わかんないな、でも。わかるわかる。でも、その、最終的に人間がこにフィジカルにタッチするもの。だから僕、ボールペンの総選挙やってて思うのは、その、ジェットストリームとかずっと人気があるじゃないですか。じゃあ、他の会社もジェットストリームみたいなものを簡単に作れるじゃんと思うけど、やっぱりそう簡単に作れないんですよね。だから、おそらく僕らがまだ見つけられてない数値とかが、そういう文豪ともよく話すんですけど、まだやっぱり全ての数値が僕らはできてなくて、そうね。うん。そうね。良さ。 とかっていうものを多分あらゆるものに通じるんですけどうん、うん、まだ完璧にはみんな制御できてないしいろいろな無数の変数がそこにはあってそうそうそうだっていうのはさ、うん、本当にそうっていうのはその例えば同じ食材同じバランス同じ分量で同じ料理を同じ温度で作っても多分 違う非常に違ったりしますよねでそれはやっぱ変数が多すぎるはいはい自然界には多分僕らが感知できてない変数があるだしそれをじゃあ全く同じにするってどうやってってもう多分人間にはコントロールできないんじゃないかそれみたいなでそこまでいくともうそれやる意味あるみたいなそうそうなってくるんですよそうなってくるんですね感じもなってくると思うしうんだから もしそれをやる,やる欲望がその、もし、なんていうのかな、動機づけとしてあるとしたら、ま、要するに現実を完全にシミュレートしたいっていう欲望が、うん、でもそれはあるのかな、それはありそうですね。それはあるのかな、うん、そうだね、それは消えることはないかもね、だから、たぶ、うんその意味では、この方向はたぶん続くし、たと、うんうん、え長くかかったとしてもやるんだろうな。うん、もう 引き返僕がすごいさあれなのはさその今そのだから AI はめちゃくちゃ電力結局使うってなってそっちの問題ね電力がいるから原発だとかなっててうん、うん、バカじゃねえかってさ <laughs> おいおいそれは話が違うだろう、うんうん、正直えバカなの人類って <laughs> 正直思っちゃうから今の段階ではねだからそのちょっと AI の是非っていうところでな何層かのちょっと違うレイヤーの話が入ってきちゃってるけどるで,、ねはい、でも俺は思わぬところから来たなっていうさバカがよ <laughs> ってさ人間のバカそこから来たかみたいな <laughs> あのそこを克服してからやれやってこの遊びをっていうさそうねそうね俺知らなかったそんなにっていうありますからねそうそうそうだからなんかちょっと人間、うん、まあ書くと同じですよね人間が手にするには早いおもちゃなのかなって気もしなくもない、うん、まあでも分かります言わんとすることはそれはすごく、うん、そういうの克服してからやれやこのおもちゃっていう。うんうん うん、いつか死んねえけどさっていう感じがしますけどね,うん、うん、ねお前自分の動物性なんとかしてからやれやみたいな。ねねね 感じがちょっとありますこの企画でも明らかに人間の動物性っていうのはなかなか根強いですからねいやいやあのディッシュコーナーとかそのベン・ジョンソンは動物性というよりはこれは動物性というよりは人間性です人間性ですこれは動物じゃないですこれは人間です孫ことなき動物はここまで動物はここまでここまでではないいやでもそれを愛してやまないですよそうですねいや本当におっしゃるとおり愛してやまないですよ ただ、まあとにかくこのタイミングでね、ギャラクシー賞、まずそのノミネートされたといううないさんが卒業する、まあいい衣思いな結構、本当にここやれたのは、ぎりぎり良かったと思う、本当にこの瞬間、だからギャラクシー賞の方ね、これ聞いてるか知りませんけど、ここしかないよ。ここしかない。ここだけか、ここ、今がね、一番いい時ときです。 他の社会問題扱ったやつとか、ねね、全然。 全然偉いんだよなマジこっち上げてっていう説明部読むとねあすみません辞退しますっていうこっちのほが注目されるべきなんだよ絶対にごめんなさいっていうね受賞した赤月金はそちらもちゃんとね番組内で紹介してねもうガンガンプッシュしましょうねなんならねそんな感じしたいと思いますけどねでもとにかく今やれてよかったというああ本当ですね AIVS 人類じゃないでしょうかはいありがとうございました皆さんお付き合いいただいてそして送ってくださった方本当にありがとうございまいた

人類代表のプロデューサー兼ディレクターが、はい、今日 YouTube の,のサムネイルを、ねうん、あのモアナやったんですけどモアナって、うん、そのコスプレ的な方向を目指そうとすると、うん、肌以外ないんですよあ,あれはそうですよねででしなかなかそれ難しいじゃないですかあのなんだマウイとかさ。うん あれで無理じゃないですか <laughs> 無理ですロン毛で,でムキムキでなんつって <laughs> あれ無理です着ぐるみになるしかないです、うん、あとかさあのもうケレでいこうかなと思ったんですけど <laughs> 何にしても裸にならなきゃいけない,ない <laughs> それはちょっとねコストが嫌、ねうん、だなと思って、えー、で,、ね、でまあ,あの皆さんご覧の通りの今サムネイルになってるわけですけど映画見た人だったらモアナ2見た人なら分、うん わかかるっていうかモアナ2見た人でも一瞬「ん?」って何を表現してるのって思うかもしれませんけど <laughs> まあまあ察あしてくだされば。 紫色の矢を持って暗闇に光るんというかギザギザ状のあれを指さして苦笑しているとなればですねこれはもうこれはもうあの場面かということで分かりますねだからある意味ではちょっとだけ苦言も呈すような表でしたけど見れば分かりますからこれ皆さん映画に行っていただいてこのタムネイルの謎をああここかと解いていただきたいということでございましてスタジオに入ってきましたこの方は。す

あかりました。無事に。お疲れ様で一体ね。今回の、今回多分賛否両論じゃないかな。サムネイルが。映画の賛否両論は別にサムネイルの賛否両論。あの先週のム室井通は、あのかなり自信あるんですよ。あれは。あれはね、あの福本陸子役の人が。った福本陸子役。福本陸子役。福本陸子社でかいなって、私自身は思ってるんです。もっとちっちゃい人が、その。 こう室井さんの中にくるるまれてる感じ,じゃない,ですかいやいやいや、目の演技がすごいでます。うん、はいそ、うん。それに比べべたね、今週はちょっと、ね、賛否両論でもしょうがないかなと。いでも、あのリドリー・スコット京でさえですよ、うん、インタビューとかに答えて、例えば。 あのグラディエーターとかは、まあ、私の作ったやつの中ではまあいい方なんじゃないみたいな言い方してるんですよおおあのリドルリーストックとかう,<お>うん、うん、あの出来がいい方だと思いますみたいな、うん、でそれに対して、まあ、あの悪の、ね、法則とかは、うん、あの非常に評判も悪いようだが私はいいと思うみたいなそういうことちゃんと言うんですよあねでもでも作った側と受け取る側の、ねうんね、今回一番手間、ね、かかってる方ですけどね割と確かに工作 工作班は工作班もだからまず箕輪君が最初作ってきた穴に対して僕はすごいだめだしって「箕輪君違うよ」となんかねやってましたね俺ね俺3回見てるからってのもあるんだけど箕輪君見たっつって全然違うよ俺は全然違うんだけどつってであと槍ももうここはもう俺何も言わずに槍直してたから自分でやってましたら槍は俺がやるっつってもうだめだ箕輪君覚えてねえやつつって空気悪いなと思いながら見てました 俺がやるっつってダンボールやおらダンボール俺はちょくちょきやってる何やってるんだろうなと思って見てるの矢尻を作り直したんですよで今回はね照明も凝ってちゃんと修正して修正してねちゃんとあクリエイティブの現場ですししょうがないだからさやっぱいいもの作るにはこうやってさ妥協やっぱ時計がピリッとしますよこれねお互いクリエイター同士何やってんだそこでそんなバチバチなのみたいなね三浦君何見てんだよ部屋暗くして後ろからライト当ててどのて とか分かるねって言ったじゃないか樋口階倒すと思うでしょみたいな <laughs>、うん、そうだけどだ俺がねよくなか星型って書いたのよくなかった樋口まだね あと、みんななん穴でかすぎるよと。こんなにでかくないよと、あの真剣と、真剣って言っちゃいましたけど。お互いやっぱね、プロですからね。プロ真剣勝負ですから。妥協なんかやりましたから。はい、ということで残すとこあと1枚ですからね、年内は。スピークのイーブルは簡単だと思うよ。だって。どこ聞き取るかの問題ですね。もう、いや、そんなのマカボイ顔だろ。でも俺、山本を連れてくればいいんだと思うんですよ。マカボイ役で。マカボイ役で。結構やりたがると思うのよ。だから。 でマカボーイに怯える俺がスクート・マクネイリーみたいな、うんうん、俺まだ見てないんだけど、そういう感じでやればいいんじゃないって思うんですよ、ちょっと多分ね、絶対キャッチーな場面あるんでね、はいはい、来週はやりやすいと思うんです。うんうん 今日の放送で山本君のことをなんだっけ、ももっちゃん、もちゃん、<laughs> あれ何だったんですか。俺、<laughs> 聞いてて、あれと <laughs> 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 思ったんですけど、<laughs> <laughs> 初めて読んだら、もっちゃんが、もっちゃんが好きだからさ。<laughs> で、ここで今日も、あ、もっちゃんがね、っつって,て。<laughs> <laughs> そんなこと普段言ってたわけ <laughs> い。違う、熊崎君が急に言い出したじゃなかったっけ、俺、山本、俺が山本がぐらいのこと言ったら、もっちゃんがね、みたいな。<laughs> <laughs> どっちでしょう、初めてですけど、僕聞いたら、<ー> <laughs> もっちゃんとか言ってんの。もっちゃんが好きだからさ、そんな騒ぎね、元のやつね。たちゃく騒ぎました。 楽しみにしてますね。ねということで、水田君も来たところでさあ、はい、何をやるかといえば、1週間クイズ答え合わせでございます。第6回第6回回 はいといととうことで、うんえー、第6回、まあ、ちょうど1年経ちましたということで、はい、ただ今回はどうですかね私の,私のなんとなく、はい、もちろん正解知りませんでしたけど当然ね全く知りませんでしたけど、はいはい、私が3日目でうなぎさんと話してて、はい、でその第5回。うん なんだっけうなやさんがすごいさ、ものすごいバカなこと言ってたよね <laughs>。あの、えっとえっと前、1963年に創立されたギャラクシー賞は、うんんね、ギャラクシー賞は1963年に創立されましたが、うんえー、その同年にそ、えっと、第5回じゃないですか。うん、そしたら、え もう第5回なんですかみたいななんかそんなこと言ってましたね僕半分しか聞いてなかったからなんかわかんないけどんか違うからってその「ギャラクシー賞は第1回だから」っつっギャラクシー賞が第1回だって話してんだよ」っなんで急にえ第5回?」っておかしいだろっってさなんかそのあれ知ってるの聞こえてた聞こえてたとか っつって、えっと、じゃあ、メダルはみたいなこと言いだして、オリンピックとか一言も言ってねえし、金メダルがみたいな話してたんですよ、確かに。オリンピックとか言ってねえからっつって。なんか聞き逃したのかな、俺と思って聞いてました、隣で。いや、違うからっつって、あ、そうかっつって。で、これはもうどう考えたって、1963年に第5回を迎える、つまり、そっから5年というかな、前のやつでっつって、そしたら、ナヤさんがこれ、シを始めて、日本、例えば日本レコード大賞とかさ、みたいなこと言って、調べて、 たら、うん、あれっつって何年だっつって「いや違ういいん大だよ」っつって1回2回3回これだ」っつって「絶対日本レゴロ大賞だ」っつってでそのその時の大賞何人みたいな話からの、うん、でその時点でいろいろうあれで作詞家その A6 介さんって来た時「うん、ああもう絶対それ」っつって。うんうんうん TBS のゆかりもあるし、私はそれで、まあ、A6 系とかじゃねみたいなことは言ってたんです、はいはい、したら案の定 A 系、A6 助。だから歌丸さんはその、まあ、これ、改めて言っておくと、歌丸さんは問題文すら,知ら、答えも知らないどころか、問題文すら本当に放送中に初めて読んでいて、で水曜日に自分でその問題文を読み上げたところから、推理を始めて、本当にその放送中に正解にたどり着いていましたねそうしかも,しかもそうあの放送の間の雑談の中で、ね、そうで,すそうです、まあ、そうです。 警のに、ね、警の格論にも負けずにですね、はいって言んだよ、ま、<laughs> はい,い、そこの早とっちりってって、全く <laughs>、ね、<laughs> 意味、解説に話しい、まあまあまあ、はい、そこの早とっちりみたいなこと言いながらやってんだけど、えっとですね、うん、急に真顔で喋り出すからね。<laughs> メダルがみたいな <laughs> そんな話してたっけ、うん、っていう俺やっぱ俺あれが一番びっくりしましたもう5回なんですか <laughs> <laughs> 何をはしょってそうなったんだっていう、ね、おかしいだろうっつってね、はい、まあまあそんな感じだったんです、はい、でえーはい、今回無事にねはい、うん、じゃあまずですね、えー、問題文を改めておさらいしておきましょう問題文の正解ですねえ問題文は月曜日日本における放送業界のアカデミー賞ことそして翌日火曜日 ギャラクシー賞は1963年に創設されましたがそして翌日水曜日同年に発表された第5回そして最終日の木曜日日本レコード大賞を受賞した「こんにちは赤ちゃん」を作詞したのは誰答えは A 六輔さんです。という問題でしたでこれまず問題のコンセプトについてこれ。 美濃和田さんからちょっと説明をしてもらいましょうかじゃあモビーさんからもらった毎度の作成者メモまずモビーありがとう本当にはい毎回ありがとうございます,いますそれを読みますはい。歌丸さん古川さんスタッフの皆さん今回もお疲れ様でございますお疲れ様です前回の協力美濃和田プロデューサーという名前がかなり回答者の皆さんを惑わせてしまったということを踏まえつつ まあ、作文する人間そこに協力してもらう人間が分かっているからこそこの1週間クイズでもあるということなので、うん、今回は僕つまりモビーさんが TBS ラジオに赴きノワ田さんと一緒に打ち合わせをしながら作文をしましたありがとうねまあ今回も僕と2人で考えてれすね今回はいつもは特集を何かしらのフック,フックにしてましたが、うん、今回は特集ではない話題 そういえばギャラクシー賞が見えてきているなんて話,話題があったよなということでギャラクシー賞をスタートのキーワードに作ってみましたただギャラクシーイコール銀河だとあまりにもでかすぎる、うんうん、でギャラクシー賞は NPO 団体なので NPO をキーワードに広げることも考えましたがうまくいかず、うん、今度は裏取りが確実なことイコール歴史をキーワードに探っていきましたするとギャラクシーショーのスタートは 1963年ほほう,ほう結構な歴史があるんですねちなみに日本におけるエミュー賞ざっくり言えばアカデミー賞的存在ということでまずは1963年のアカデミー賞を検索してみました、うん、アメリカアカデミー賞ですねいわゆるで第,そ第35回なんですけど、うん、第35回アカデミー賞はアラビアのロレンスが七冠をした年すげえ、うん、<laughs> まあもう,もうこれでいくかと思ったんですが じゃあ逆に今度は1 9十3年のグラミー賞はどうだろうと、うん、第5回だったと、うん。 グラミー賞も第5回。グラミー賞も第5回なんだ。危ねえ、つまりさ、第5回、これすごいな、第5回で、本当はグラミー賞とも分岐するんだ。分岐する可能性が十分にあった。グラミー賞って新しいんだね。そうなんです。で、これ、グラミー賞第5回だというところまでいったと。じゃあ、今度逆に今度は、国を変えて日本に話を戻して、じゃあ、紅白歌合戦は何回なんだろうかって調べたと。14回、ちょっと答えの絞り方が難しいし、あまり前半と関係がなさすぎるので、これじゃないかと。 TBS といえばそうだあれがあるじゃないかということで日本レコード大賞を調べたところなんとこちらも第5回だったつまりさグラミー賞と日本レコード大賞同じ,同じ歴史なんだそういうことなんです <laughs> でこ,ここで2人で相談して第5回って言った時点で2択になるあこれすごくいいなそそこまでを水曜日と塩曜日とまでまとまったんですただあれだねだつまり我々は、うん その単にグラミー賞思いつかなかっただけで、そっちの選択肢がたまたま出会わなかった,たまたま、はい、レコード大賞とかさ、うん、なんか日本の賞な気がしたんですよ。うん、そでも、1963年第5回でやると、確かにグラミー賞も両方出てくるんですよ。ただ、まああ<ー>レ、日本レコード大賞の方が出てきやすい感じではありましでその先、その先最後の、最後の作文の最,最終文ですね、うん、どうするかというところで、出題者がモビーなら、やっぱミュージシャンなので。 グラミー賞を取り上げるんじゃないいかととうことでああ、うん、その年の受賞者の中から「ベストリズムブルース賞」など2部門を受賞したシンガーは誰これレイ,レ,イレイ・チャールズ<ー>とか新人賞を受賞したのは誰ロバート・グーレなどを回答に作文してみたんですけどうん、うん、ここ我々とここ,ここから先は僕とボビーさんで協議したところなんですけどうん、うん、第5回グラミー賞は日本語で検索できるまとまったページがあんまないんです。<ー>ウィィキペディアも 日本語のページがなくて、うん、これはグラミー賞まで行ったとしても、うん、検索に手こずるんじゃないかというふうに思ったんですね。で、今回の1週間クイズって、あ、今回って1週間クイズって、うん、やっぱ。 こ問題が発表されて検索するっていうところができるのが特殊なクイズだと思うんでうん、うん、検索能力であんまりこう人によって個人差が出ると英語の得意な人と得意じゃない人とかで<ー>そこが出るのはあんまりよくないんじゃないかっていう話になったんでなのでじゃあそしたらじゃあ一方のレコード大賞を調べてみたら当然レコード大賞をまとまってるページもあるし公式サイトもあるんでうん、うん、調べてみると TBS ラジオにちなんだあのレジェンド第5回のレコード大賞を受賞した。 こんにちは赤ちゃんの作詞永六輔さんを、うん、じゃあ問題にしてみようかというのが今回の流れという感じでございます、うんなるほどね、でも確かにグラミーとも分岐するけど、うん、やっぱそのなんかさ必然がなんていうのかなんでそこかんっていうのはう、ね、もう一個欲しいんですよ出ちゃうよ、ん、ね、うん、そうそうもう一個紐付づきそ,そう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 そ、ん、うそ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 うもうだからうそれだろうそうそうんうそ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 ううそうそううそう 僕はなったんですよね。これ実は作文以外に二つ実はさらに引き付ける要素が。リスナーがこれ見つけてるんですけど。うんうん、えっと、まず一つがあったのが、A 六輔さん自身もギャラクシー賞を受賞されてるんです。第四、なんだっけ、四。四五回ギャラクシー賞のギャラクシー賞四十五周年記念賞を受賞されてるっていうのと。うんうん、あと、これ何人かいたんですけど、A 六輔さん。名前に六が入ってるじゃないか。あ<ー> <laughs> 確かにそうっす。アト六であり第六回でありってことで、ああ本当だ。はい、そう考えてる。ああ、今考えてる。ロッテロス六スケだっていう。まあより確信を高めたんでしょう。ねまあそれはそれはちょっと考えてなかったかもしれないけど、ないけどでもまあ確かに言われてみるらそう。まあの合ってたからいいけど合ってなかったら陰謀論。そうですね。きわきのところですけど、はい。という感じだったですね。そうなんです。で、で、で、で。 えー、というような問題文だったんですけどまず最初に今回の全体的な傾向をまず私の方から言いますね、はいえっと、まずそもそもこの、えー、1週間クイズというのは時事ネタであるとか季節ネタであるとかあと番組内の文脈みたいなものから出題される傾向というのがこれはもう皆さんだいぶこのクイズにもう率先的に答えようとする人たちからはもうこの傾向は掴んでいると、うん、でこの時期は「ですね、えー、紅白歌合戦」であるとか あとクリスマスであるとかっていう年末らしい時事ネタっていうのは非常にまあ多い季節なんです、うん、今までやってきた中で一番多いそのイベントことがあるなおかつ番組関連の,そのニュースという意味ではそのギャラクシーショーであるとか、うん、あとうな理沙さ,さんがこのアナウンサーを辞め,めますよみたいなニュースもあったということでこういうところから問題を問題自体を予想するっていう人がまず結構多かったんですうん、うん、ということで何だろうな 完全にすっとんきょうな、全く無関係なところから問題文を考え出して、それに勝手に回答するみたいな人はほとんどいなくて、ですねうん、うん、それなりにまあ、こういうのもありうるかもねという説得力のあるような,な<お>、はい、仮想の質問をまず考える人が多かった。うんうん、でなおかつこう問題を実際出していきますと 月曜日にこの日本における放送業界のアカデミー賞ことっていうところで、結構ギャラクシー賞だなっていうふうに想定される人は結構多かった。ねうんはい、で、今度火曜日の,そのギャラクシー賞は1 9 6三年に創立されましたがっていうところ、特定の年代が出たことによって、うんうん、この特定ならあの、この年代に関して検索をバーってかけるような人たちっていうのも当然多かったので、結論を言うと、全体的に皆さん、今回、非常に手堅い予想が多いんです。うんうん ので言い換えると、毎回、こうあさっての方向の推論で、もう陰謀論だよとか、全然間違ってるよみたいな、珍解答、賃ロジックが、今回は非常に少ない。それそうだよそれはそうだだねねってんんからなで、す今回はだから、ある意味、正解も絞りやすいし、当てやすいし、そしてなおかつ今回、非常に今までの中でも、商品というのが魅力的なものも多かったので、うん、ここいいつつもも、うん、<laughs> 割とね、あのー、ふざけの余地が少ない回だったというのが、ね。 はい、<laughs> ガチに来,、はい、来てるはいチに向てるだっお前らその物売のとガチってなんだそれまあまあ一種のスポーツでもありますからこうなるとなるただですねウルバリン詰めだって <laughs> ウルバリン詰めならまあいいかっていうことで,あですから、ねでもね、あれだって買えないからねそうですよオダメイトですよ、うん、買えないからっていうのと欲しいっていうのはイコールじゃないっていことがよく分かりましたね <laughs> <laughs> なんなら、あの、あれあげましょうか、あの、あそこの、モゾてるやつ。<ス> <laughs> あの、オ<の>アナツの,のサムのアナツのサムネ。<laughs> これだけもらったら本当に意味が分かんないな。スタジオに釣られてるんだ <laughs> つら。ららあれ置いていこうか、あれ。<laughs> <laughs> ということで、ただ、今回、じゃあ、割とその、ある種、ガチ感が強かった、スポーツ感が強かったっていうと、うん、じゃあどうなるかっていうと、えっ、ー、とですね、より、 ある種、ガチなスポーツ的な争いになったっていう傾向があるんです。うんうんうん、そうか、じゃあ逆にその、うん、ていうかな、シビアな。そうです。うん、よりシビアになったんです。うんうん、ということで、今回、正解者の5人の方を、5位の方から発表していきますね。うん、名前も言いますけど、し、ロジックも送ってもらってるんで、ロジックともに発表しますけれども、はいはい、5人目のまず正解者の方、えー、5位、第5位ですね、えー。3日目の問題文の読み上げ。 からお名前はラジオネームがんばれがんばれるさんなんですけれどもうん、うん、この方のメール正解メールが到着したのが3日目の問題文の読み上げから2分11秒後です。でこの方、えー、メールにはこうあります。年発表第5回で検索するとと、えー、統一地方選 レコード大賞が出てきました、はあ、実は第5回っていうのはもう1個63でありまして統一地方選。統一地方選は実はあるんです。はあ、これは検索しても結構深いところに行かないと出てこないんですけどこの方選挙というテーマは以前の1週間クイズでも扱われたことがあるので除外して、はあ、でまた大賞の曲名だとストレートすぎるかなと思って大賞曲の作曲者 かつ TBS、うん、あ作詞家ですね。実は作詞家作詞者かつ TBS ラジオとも縁の深い A さんと回答しました。好きなおでんの具はジャガイモです。よろしくお願いします。ジャガイモか。ジャガイモ確かにありますよね。扱い難しいよね。うん、これは火曜日にやったおでん総選挙の話ですね。<laughs> で、あと今回ですね、えー、この投稿者たちが今まで何回。 このクイズにチャレンジしていたのかっていうのもちょっとごめんなさいこちらで調べさせていただきますあ過去にねはい過去に<ー>ただこの方頑張れ頑張れるさんは3回目のチャレンジで初めてトップ5に入られましたじゃあ次いきます4人目の方第4着の方ラジオネームまきりふ吹まさんですねうん、うん、この方は同じく3日目の問題文の読み上げから2分8秒後ううん、うん じゃあもうタッチの差なのものすごい3秒差です三、うん、秒差です、うん、この方メールにこうあります、えー、お送りした1週間クイズの回答を送ります回答は A6、うん、で、この方3日目まで問題文を聞いた上で、うん、以上を受けて1963年第5回で検索すると、うん、1963年に第5回日本のレコード大賞が開催されたということが分かりましたまあ要はそこまでいったら検索でいけちゃうそういうことなんですうん、うん、順当にいくと大賞を受賞したこんにちは赤ちゃんが正解 だがここは TBS ラジオその文脈を重視すると答えはこれしかないですそう「だよこんにちは赤ちゃん」について作詞で関わり TBS ラジオにとっても功労者である a 六世さんこそが正解でしょうウィキペディアを見ると2008年6月に第45回ギャラクシー賞でギャラクシー賞45周年記念賞受賞という記載もありますますこの説が補強されますどうでしょうか今年最後の運試し祈っています間違いいなままるえま切磋琢磨ライクご用牙粋な男のお出まし3回目の チャレンジででのの初めてのトップ5に出そうですはだ、はい、次じゃあ第3位ラジオネーム黒潮さんなんですけどこの方も3日目の問題文読み上げから1分30秒後3着の方とは38秒差38秒先んじて到着して検索力ですかねはい、うん、メール読みます歌丸さんスタッフの皆様こんばんは私は1週間クイズの答えを A 六助と回答しました、うん まず私は名古屋在住のラジコ勢です、うん、4日目まで待っても早押しでは勝てないと思っているので 勝ちに行くなら遅くても3日目までには回答しないといけないと思っていました。ということですね。今回が全、えー、現パートナー全員のサイン入り式がゲットできるラストチャンスなので、できれば2日目あたりに送りたかったんですが、まあまあ,<こ>あの、ラストかどうかはあれだけど、まあ、レアではある,と、ね、レアであると思います。ということで、2日目までに送りたかったんですが、今回はなかなか的を絞りきれず、3日目まで待機することにしました。そ、はい、そしてその3日目 毎回、X のタイムラインに、東京のリアルタイムで聞いているリスナーさんが速報的にこの問題をつぶやいてくれるので、はい、私はその X のタイムラインに生息しながら待機していました。あ優しいで予想通り、リスナーさんが同年に発表された第5回とこの問題文をつぶやいてくれたので、1963年第5回を Google で検索、トップに出てきたのが第5回日本のレコード大賞のウィキペディアだったので、とりあえずクリックし、うん、受賞作品、受賞作のページを開きました。 目に飛び込んできたのは大賞こんにちは赤ちゃん作詞 a 六助あれ a 六助 A さんってギャラクシー賞取ってたよなと直感で思いクイズの回答を a 六助で送りましたということで問題文の予想もしてそうするとそのさ、はい、ギャラクシー賞の件をチェックしている坂もね、うん、きっと取ってたはずだよなで送るかチェックするかはいはい結構分かれ目だったかもしれないですねそしてこれつくづくさグラミー賞に行ってたら全然みんな外してた可能性高いねそうなんですよね グラミー賞の方が圧倒的に少数ではありました、ねうんまあ、検索して出てこないですね、まずスピード勝負で、でやっぱ必ずグラミ日本はレコード大賞の方が上に来るので、スピード勝負もあったせいかグラミー賞、まあまとまってるサイトとかあるんですけど、比較的に若い回は、個人のブログとかそういうところまでいかないと、結構あんまま,まとまった、うん、キとかないなですけどあ<ー>あ、なるほどねフィフスグラミーアワードとかじゃな出てこないんじゃないですか、<ー>多分 ということで、ラジオネーム黒潮さんは、四回目のチャレンジで、初めてトップ入りです。おめでとうございます。おめでとうございます。うん、そして、第二位。ラジオネーム第七電気工房さんなんですが。この方も、三日目の問題文読み上げから。やっぱ三日だ。はい、一分二十六秒後。なので、うん、この方実は三位の黒潮さんとは、四秒差です。うん、たった四秒差です。うん、メールを読みます。回答は、A 六輔で、送りました。うん、以下ロジックです。 4日目の問題は日本レコード大賞「こんにちはかちゃん」を作詞した TBS ラ,ラジオでおなじみの作詞家はと想像しましたと j パーソナリティ賞方向でも考えましたが TBS ラジオに結ぶつく人が思い浮かばなかったのでウィキペディアで調べましたでこの単純に DJ パーソナリティ賞方向で考えると小島恵子さんとか久米博さんもいるんですが文脈がないのかなと思いましてということで A6 さんに決めたということでございます、うん、この方3回目のチャレンジで 初のトップ5りでございます。この人はじゃあその何レコード大賞ってよりはってこと？えじゃレコード大賞で調べてでおなじみの作詞家はっていうふうにあのふうに想像して決めたということですね。はい。あギャラクシーショーの時点でいろいろ考えたけどといギャラクシーショーの方向でも一瞬考えたんだけどもってことですかね。はい。そして1位この方も結局3日目のラジオネームジャガコさん。ラジオネームジャガコさんは。 3日目の問題読み上げですから、分2秒後やっぱちょっと今回は、あれか、検索力勝負だったか、はい検索の、その深い検索とか、特殊な検索ではなく、単純に検索のスピードってことなんですね。ガチャガチャのスピードじゃん、本当に,まさに、はいで、この方、メール読みますね、えー、第5回1963年で検索すると、第5回統一地方選挙や第5回日本連合大賞が検索の上位の方に出てきましたと。 3日目の問題文は、同年に発表された第5回、発表は、選挙よりもレコード大賞に使われそうな単語、そうですね、同年に発表された第5回っていう問題文を見て、これは選挙ではないんだというふうに思った推理、確かに確かに確かに、確かに、あ、これは正しいね。そして、レコード大賞は TBS で放送されているので、レコード大賞関係だと推測、あレコード大賞は確かに TBS の放送でもありますからね。 で検索結果に表示されたウィキペディアで第5回日本レコード大賞のページを開くと対象曲「こんにちは赤ちゃん」の作詞が TBS ラジオと縁の深い a 六輔さんでした以上から4日目の問題文を日本レコード大賞の対象曲「こんにちは赤ちゃん」の作詞家は誰と予想し a 六輔と回答しました 100%,、はい、100正解はい100%正解でここからなんですうん ラジオネームジャココさん、うんえー、ひょっとしたら覚えてらっしゃるリスナーさんいるかもしれませんが、はあ、この方はですね5回目のチャレンジなんですが、はあ、前回5着に入ってるんです。あはあ、で前回のじゃ5着って何だったのかっていうとうん、うん、この方。 唯一5人中ゆ、唯一1人だけ4日目の問題発表でギリギリ間に合ってる人なんです。うんうん、どういうことかっていうと、つまりもいつこの1週間クイズって4日目の問題発表を聞いたら、必ず答えを検索すれば分かるようになってるんですね。このの方前回4日目の問題今より全文が発表されてから 9秒っていうスピードでで正解を投稿されたんですこの方実際のコメントではもう下書きをしておいてうん、うん、でウィキペディアのアメリカ大統領一覧のページを開いた状態で待っててで分かったからすぐ送ったら9秒で届いたって方なんですね。つまり前回の中でも 検索勝負っていうだけでレギュレーションをするとこの人トップだった人なんですなるほどなるほどなるほどで今回は3日目の段階でほぼ検索勝負ということになったので検索勝負になったらおそらくこのラジオネームじゃがこさんが現状リスナーで一番早いんですなるほどねだから検索勝負ということで言ったらこの人二冠なんですねななるるほほどど そうか、はい、これはまあその正直、まあ、出題もね毎回いろいろ考えてあれだけど今回はだからある意味何、はいうん、と言うんですかねみんな3日目だから 2>,、うん、2日目では類推しきれなくて。はい 3日目で一気に絞れるっていうかはい、はい、そういう感じに結果的になってますよね結果的になったってことだね、はい、うんなるほどな今まで以上に当てさせるって言ったら偉そうですけど、うん、まあ正解にたどり着きやすい説問にめちゃに、ね、意識してます、うん、あそれはそうなのっていうの、ん、それもやっぱりモミーさんと話してて やっぱその、月曜とか火曜日時点の正解見たいっすよねみたいな話にやっぱなって<ー>、だからこう、僕たちの中では、1963年でしたがって時点で、年号とギャラクシー賞じゃないがががついてるんだから、ギャラクシー賞じゃないんだよとか言ってるんですよ。だから1963年賞とかで調べると、レコード大賞に行くのが簡単なんですよ。だから僕しつつ、 この前作ってる側の<ー>意見ですけど、うん、作った側としてはがでギャラクシー賞を否定してるし63年というでかいヒント出してるから確かにででだからあのレコード大賞の大賞曲の作詞家でっていう割とこうストレートな説問にしたのはそこで、うん、火曜日の時点でレコード大賞にたどり着けば TBS、うん、のスラッシュを出しで A さんだっていう人がいてほしいなっていうような当てさせたいのはだからだから次の時点で。うん まあ一応グラミーとレコーダー二択にはしてますけど、うん、まあ実質多分レコーダーが多くなるんだろうは僕は思ってたんで、まああのー、よ、予想通りってたらですけど、まああのー、もう正解に導きやすいと思います、一番。ただ、うん、これはだからある意味、その、箕く君たちの、確かに言われてみれば。作ってるかのロジックなんで、そんな分かる回なんですけど。いや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 、でもそれを読むのが、うん されました1963年に創立されましたがでもここでさがってきてることは、うん、6全く63年まで言ってるんだから、うん、63年関係ない話するとは思えないからうん、うん、63年の何かで、うん、ギャラクシー賞シはなわけだから何か類する賞だから少なくとも63で賞で検索はしてみるべき。 うん。だから、これが続けてギャラクシーショーだとしたら、1六6 3年に創立され、で、バトンスを、こう、次に繋ぐ。うんうん ますよねみたいな話になって、うん、じゃあ、顔をつけたら否定になりますかねみたいなことを二人でやり取りしながら、だからこれはね、リスナーの皆さんね、結局、皆さん、精度高く正解にたどり着いたけど、うん、ぶっちゃけ、そのあれですね、出題者側からの挑戦状っていう意味では、うんはい、皆さんは勝負に勝って、あの試合に勝って勝負, <laughs> 勝負に負けた、作った側のいい分なんでいやいや,いや、でもね、それはあのね、僕もねそのあの、だから僕も3日目で答えておきながらあれですけど、うんあの、ちょっと思ったのね、でもこれって6 昨日行けたなっていうかあ<ー>63まで行ってんだし確かにこの「が」確かに、はい、だからジャニーシ史上じゃないんですよの意味の「が」なんですよこれね、うん、そうい,いつも僕は全然回答早くないんでだからつまり俺がここで答えられちゃってるってことは多分、うん、昨日行けたらいけるんじゃんだからそういう人いるんだろうなって思ってたんですよなるほどなるほど 実はででもいなかったですね2日目の問題発表で一番近づいた人っていうのがいらっしゃいまして、はい、これラジオネームアナン・スミスさんなんですけどもああいつもありがとうはい、えー、歌丸さんこんばんは「うん、前回2位だったからには1位以外は意味ありません」<laughs> <で>「アスリートだって、はい」答えをこの方「1959年」って書いてるんですけどそのロジックとして「ギャラクシー賞が1963年創設」 レコード大賞は1959年に創設。惜しいということで、そう、惜しいんですよ。要は、レコード大賞っていう言葉に2日目の時点で辿り着いてるのは実はアナウンスミスさんだけなんです。これはあれじゃないモビー賞じゃない、はい、ちょっとひょっとしたら。そう。で、要はこの方前回2位だったわけじゃないですか。ああ だから、やっぱり。リーチしてるよ。そう。検索だけじゃない、やっぱりクイズ能力みたいなのは、やっぱりそんなしてる。パナウスミスさん。<laughs> アナースミスさんはやっぱ実力者なんですよ。だね。<laughs> 読み解きがするかう。やべえ。やば。かっけえ。だから、検索のじゃがこと、直感。 アナンすみじっていうのが現状どうやかっていうかまあでもロジックじゃないクイズロジック力じゃないそうそうそうえかっこいいこれ面白いと思ってこれはだからこれはさ試合に負けて勝負にてかってるかっこいいんですよアナウンスにしさんえーあそうこれちょっとねモービーさんももちろん全部聞いてもらうけど報告しましょうね でもんか熱いね前回のさ前回の5位と前回の2位のこの感じがあってで検索勝負だとやっぱじゃがコが1個今回は出たぞっていう感じでだしアナウンスミスさん出しちゃってるからそうですねどうしようもないからねんかね名勝負感あるんですよすごいでもアナウンスミスさんは多分3日目で保存を噛んだと思うんですよね近づいてたじゃんっていうねいやでも俺はこの息がよしというかやっぱりその 手堅く当ててくのもいいけど大筋やっぱ自分なりのロジックでとにかくいずれはみんな目指してほしい君のクイズだからだしまあ初日回答とか月曜回答はいつかただこれ難しいところで作る側に入ってみると難しいところで。 月曜日にヒントを巻きすぎるとそれはそれでこのその後が難しいですよねやっぱよ日かん問題作んなきゃいけないからでもさ例えばその日本における放送業界のアカデミー賞でこれギャラクシー賞はもうここで確定じゃん、うん、だからそのそう,そうそうそうギャラクシー賞確定だから今までのモビーさんの解説読んでるとギャラクシー賞そ,の賞そのものが答えになるのを考えづらいんですよねもちろん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 俺はだからいつもそのね3日あるんですよとれ月曜の問題も読んだ時に <laughs> ね皆さんね <laughs>、うん ここから導き出されることそのままなわけないからねもうツイスターかかるからね<う>っていうねうなんだけどだからそのさ <laughs> そうだねギャラクシー賞まではいける、うん、そうだなあれ答えかだか A6 助までいけるかっていうとやっぱ確かにないな僕たちも月曜の時点で A さにたどり着くとさすがにないだろうなと思っていたんですけど、はいはい、ただただやっぱりこの,その企画のやっぱりその一つの縛りとして、うん、なんとなくある縛りと、うん、暗黙の、うん、関係ない答えはないだろうつまりレイ・チャールズとかいきなり言ってもしょうがねえだろうっていうかだからなんか。 こういろいろこう分岐するけど、うん、関係してんのこれじゃねっていうことで「ク六ケっていう <laughs> 可能性ね<え>当初は第5回レコード大賞新人賞は誰と誰みたいな最初考えたんですよだけどさすがにそこを問題すると意地悪すぎるなってことでや,やっぱりさこれさ今まで回答はある程度普遍的なのか答,答え自体は難しくない,というケ,ルケルン大聖堂ぐらいやっぱりさ。 いやーでもアナンスミスさん、いいね,いいねあの、ちょっとわれわれもそのアナンスミスさんみたいな人いると、そう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 、うんうん、なんか水面下で行われていた名勝負って感じがして、すごいんですよ、うんで。ということなのであの、要はクイズの問題が発表されるごとに、うん、あの陳回答、名回答。 あの迷うの方の明解答は減っていくんですので、一番その一週間クイズの面白みであるその明解度、チンロジックみたいなものは、え問題が出される前の方にやっぱり集中するんですね。なるほどね。あの何ていうんですかね。あの当たり前なんですけど、あの自殺行為組といいましょうか。万有組といいましょうかね。はい。とはいえやっぱり普通のこういったものに比べたら結構材料があるので、そこまでそんなにそれでもないんですよ。はい。 番組内文脈とかさ、例えばさ、ギャラクシー賞は関係するだろうぐらいはね、そうしてたらおかしくないんですよ。ということで、いわゆる君のクイズ勢、小川哲さんの小説、君のクイズに触発された問題が発表される前に答えを当てに行くという君のクイズ勢が今回も一定数いたので、好きですよ、それは。じゃあ、まずこの方、ラジオネーム、そうですね、ラジオネーム、もともと朔太郎さん。 来週ウルトラクイズの一週間クイズということで先出し回答しますこのクイズの最大目標である出題される前に正答する ついに今回達成しました。あのさ、連中、連中の特徴だよな。そうですね。あの、この感じ、この文体ありがとうございます。ありがとうございます。とか、目がバキバキな感じなんですよね。はい。異形であり、前人未到、不可能と思えることでも成し遂げられる。ということをリアルタイムでラジオを聞きながら。自分の文章でドライブしてくんない。子供たちに伝えたいと思います。答えは有馬記念です。 間違ってましたなんでなんでえっと、ね、一応、えっと、要は年末恒例の歌番組「えー、紅白歌合戦とか」というのが1問目1文目、うん、1> で火曜日その中で最多出場歌手といえば北島三郎ですが3彼が馬主となって保有していた名馬「北三ブラック」4も勝利した同じく年末恒例の g 1レースといえば何でしょう有馬記念たださ、うん、あ,のあえて言えば年末イベントはい、はい、そうなんですははい、はい、うん 目のつけどころが悪いわけじゃない全く的外れとは言えないんですねありえなくもないなと思いました違うけどね違う違ど全然違うけど違う違う違うあとですねじゃあこれいこうかなラジオネームアサップさんえクイズですが歌丸さんのパートナーさんスタッフの皆様んこんばんはクイズですがあまりに簡単でしたのでえっとですね9日ですね 9日月曜日のえっ、ー、と昼2時ぐらいに送ってきますねあ、発表前で放送前ですはい。クイズですがあまりに簡単でしたので <laughs> 早めに送らせてもらいます予想は得意分野ですから世の中さえ間違ってなければ当たります今回のプレゼント内容と時期を考慮すると今回のテーマはクリスマス関連でしょうあと6はカルチャーキュレーションですからまあクリスマスパッタスカルチャーというのが問題の方向性でしょう モビーさんがミュージシャンというのが引っ掛け要因になっていますが引っ掛け要因になっていますがウルトラウィーク初年度ですから、うん、カルチャーの基本で文学関連と見ました、うん、となればれ日本初のクリスマス文学サンタクロー でしょう。こういうのあるんですね。サンタクロウあとは世の中が間違ってないことを信じるばかりです。危ない危ないですね。危ないです。危ない危ない。はい。サンタクロー。サンタクロー。サンタ聞いたことあります。サンタクロウっていうのね。でもまあそのもちろんこれだってさ、サンタクロウはどうか知りませんけど、あのクリスマスでカルチャーっていうのはそのものは別にその今回違っただけで、うん別にその ななんていうかな、うん、全然あり得るですよ、うん、当然あの、うん、相談の上でクリスマスって牙だと上がりましたから、ね、そりゃそうだよね。うん、そうだよねじゃあこれいこうかな、えー、ラジオネーム横浜たそがれバナナスタンドさんこれは問題文を出す日の前日日曜日いいや11月8日に届いてます、うんえー、クイズの回答月見バーガー回答理由そうですかまた後録1週間クイズですか前回は出題前に長文の回答を送りつけ、えー 放送で我々が番組が生み出した最大の被害者もしくはモンスター <laughs>。<laughs> と言われ、早が点と笑われました。分かってないな、早が点こそ唯一にして最強の武器、<laughs> 正解は、まあ、確かにね、攻撃は最大のね、じゃ、ねはい、あ違う、うん、うんはい、<laughs> 普通だと思います、今、攻撃は最大の武器 <laughs> 防御、防御、防御、防御,で防御ね、防御ね、正解を当てるのではなく、正解の方から当たってくると信じて、<laughs> フルスイングこそ要定さて 前回からプロデューサー箕輪田さんが問題作文に関わるようになって番組と問題との関連性が強くなりましたねそして今週の番組プログラムを眺めて眺めてみるあ,、まあ考え方としては悪くないなふむいまいち思い切り早勝手にするための決め手が見つからないないのかな <laughs> ということでここでお手製のアトロコ1週間クイズ「ゼイリブ色眼鏡装着」はい、はい、見えました <laughs> これ AI が入った AI んですか <laughs> はい見えました番組からのメッセージが。 それはうないりさラスストダンスですあまあ、ね、ただいま時刻は日曜日の午後1時51分になるところあの前回も確かこの,こ,のことを思いついたら何時何分って確か書いてた気がしますこの方 <laughs> いいと思います、うんはいえー、ぜただいま時刻は日曜日の午後1時51分になるところ今回の1週間クイズのテーマが分かりましたではこのうないラストダンスというテーマからどのような1週間クイズが作られるかうないりさラストダンスは月曜日に読まれるクイズの入り口なのか木曜日に発表されるクイズの出口なのか 入り口だった場合クイズはうなイりさ方向に分岐していくのか <laughs> あのさちょっとさ <laughs> 悩む悩むとこがさ熟慮するならもうちょっと <laughs> 違うポイントがあるまあ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 、まあ、はいうなイりさ方向に分岐していくのか <laughs> ラストダンス方向に分岐していくのかさすがにうなイりさ方向では内輪にすぎるのでラストダンス方向に進んでみようラストダンス方向でパッドも浮かんだのはベノムそしてマイケル・ジョーダン ドリフターズ星地吹雪劇的なラストショットで最強四角ブルーズの優勝を決めたマイケル・ジョーダンの「ザ・ラストダンス」は最も有名な引退イコールラストダンスでありしかもこれ以上ない優秀な美を飾ったにもかかわらず3年後に現役復帰したジョーダンの「ラストダンスは」は<ー>ナイリサさんへの花向けとしてしっくりくる気がする,るあるいはドリフターズの大ヒット曲「ラストダンスは私に」の以下のエピソードも「一瞬間クイズ」の説明として魅力的 ここから見るそのエピソードですポール・マッカートニーはドリフターズのバージョンを聴きながらビートルズの楽曲「ヘ、hey, イ・ジュードを作曲したというエピソードがあるこれをもとに1981年にはザ・キング・トーンズが大英 H プロデュースで2つの楽曲をシン,シンクロさせたシングル「ラストダンスはヘ、hey, イ・ジュードをリリースしているはえー、で文章戻りますよよし決めたここは直感と早が点でクイズの回答は月見バーガーで 何何ほにとに長々と突き合わせて申し訳ないんですけどえちょっと待ってそんな書いてるから何何何え大丈夫多分お酒を昼から飲んでたのかもしれませんよちょっと心配ですよこれ心配ですねこれちょっと大丈夫ですか大丈夫ですかすごい心配途中で諦めたんじゃないですかね嫌な勉強になるな何の勉強ですかキングトーンズキングトーンズあそうですそれは勉強になりますね ただ、そのうないラストダンスとかね、そっちだってもちろんないわけじゃないないわけじゃない、そうそうそう、実際ね、回答の中で、回答、問題出題前に一番多かった回答は、うないでしたまあね、回答うないさはこれはね、やんないんですよ、アトロピー収穫時代、こういうことは意外と。あとね、うない重さんアナウンサーの話で言うと、問題作ってる時点で、発表前だったんで、さすがに僕もね、もみさんに話せなかったんで、さすが。 あとさ、はい、あとこれさんこのメールもしか読むかもしれないですけどあのえっと一生間命クで一つ問い合わせがあって、うん、問題はそのいつできてるんだみたいな問い合わせがあったんですよ。うん、でそれでそのもはや要は早ちり勢の問題を見て答え,かえ作りないっていうんじゃ、うん、作りない、うん 直してるこの性ありますかメール見たんですけどそれはないですっていうのも僕見てないんで全部一切だからあのメールが届いてるなってのは見てますけど蓋開けてないんでだから僕は皆さんがどんな早土地に答えしてるか全く知らないで作ってますあと稲田君さっきカップラーメン食べた何かカップラーメンの匂いがすごいする今すごいカップラーメンの匂いするやつですえマジでスタジオ貫通するの匂いってちょっと待って待って柴田君があんな離れたサブで食べてたらこんな匂いする貫通する多分ね 換気が繋がってたりもするんですよ、ダクトが。いや、あの、気にしない、気にしないいや、単に、単に、あの、急に、急にスタジオに、俺もすごい、なんでこんな匂いするかなと俺だから、稔く君ゲップでもしたのかなと思って。やばいですよ、それ、結構。あ、さっきあ、全然気にしない、気にしない。謎が解けてよかった。すっげぇ、くって。途中から気になってたんですよね。あの、なんか、さっき向こう行くから、怖いのかなと思ったら、お湯入れに行ったんだよね。 うん、でも今、扉がガッチリ閉まっるから。すってえ、上の、かん、かん、ダクトが繋がって。繋が,がってんですよね。えー、よねそうなんだ。うん、びっくり。<え>なの話し,してましたっけ。あ、だから、その、アシトチリ勢の答えを見て、問題変えたりはしてないです。うん、あれはそうですよ。もちろん、当たり前です。うん、そこフェア取ってます。じゃ、あその人、僕もまさに、その方紹介したいと思ってて。とにかく、とにかく、この人は、早く答えたい。 っていう気持ちが、先走りすぎてるんですよ。いいね、はい、ラジオネームジェネレーターさんなんですけど、この方はですね、12月の4日。だいぶ早い段階からメールを送ってもらってます。出題いつだっけ。出題は9です。で,す <laughs> で、一週間目に発表してるんで、<laughs> そうそう、一色クイズがやるなっていうのを察知した段階で、この方メールくださってますけど。うんまあ、可能ではある、はい。これ回答というよりは、まさに問い合わせなんですけど。うん 読みますよ歌丸さん、こんばんは,こんばんは来週1週間クイズが開催されると発表され、うん、正解が分かった私は早速回答を送ろうと思ったのですが本当に気をつ僕らはもう慣れたけど慣れたけどはいはい、うん、本当ね普通はちょっと本当に心配されるから、ねはいはい、もっと変なことになります、いいですか、はい、正解が分かった私は早速回答を送ろうと思ったのですが気になったことがあるのでメールします。うん、もうう問題は完成ししているのでしょうか <laughs> <laughs> 正解が分かった私は早速回答送ろうと思ったのですが気になったことがあるのでメールしますもう問題は完成しているのでしょ文学だねこれは難解なこれはね実験的な俺はね結構これはね感じいった感じいった感じいったこれはなかなかじゃないだって問題ができる前にえいやこれはこれはいいですか続きますよ問題ができる前に正解してしまうと 問題が変更になってしまうのではないかと心配になりました <laughs>。また問題が完成したいのなら完成していないのなら、自分は一体第何回の1週間クイズの回答を考えているのかわからなくなり。 混乱ししてきました、うん、そこでお願いなのですが公平を期すために問題が完成したら発表してもらえないでしょうか <laughs> 問題ができましたらって発表してくれと言ってるんですね。<ー>問題を発表し,<ー>してるんじゃなくて問題ができましたよっていうことを発表してくれと言ってるう。一 1>, 1週間クイズは問題が作成された時期も非常に重要なのでご検討よろしくお願いいまあまあそれはやってもいいかもしれないけどね、はい、ちなみに1週間クイズの決定のプロセスを言うと。 もうー,ー,ー,、まあ、ー,ーさんと僕は打ち合わせをしてその時に何問か考えるんですあ,あもうすでにその時に、うん、だからそれはまあ、はい、2>, 2, 2週間前だったり3週間前だったりするんですけどうん、うん、2> で,で、まあ、2時間ぐらいやってとりあえず今日はここまでにしましょうって一回解散するんですよで、うん、お互いじゃあ思いついたらまた送り合いましょうねみたいなことやって何問か送り合って、うん、で最終的に僕だったりあと古川さんだったりあと、えー、と他のディレクターだったりに見せてどれがいいかなってやってるんで割と問題の候補は ハーマンにできてます実は。た、うん、だそどこで<の>決定してる？割と直前ですね。もう直前って例えば今回のえっと12月9日に発表してるんで前日とかですね。あー。 でも何にせよ早く届いたものとすり合わせというかそんなことはしてないですこれ答えられちゃってるなましょうはしてないです見てないんでそこはご安心くださいもし当たってたらもう素直に君のクイズ現象発生ってことしますんで我々的に取るそうだよねだっていつかはそれをねそうそういつかそれを夢見てる我々もそうだよねいやそのにしても本当にそのこれすごい考えさせられるな考えされますねうんできる前のことなんていうのかな これ量子力学って量子力学でしょうね、たぶその類いの話ですよね、俺の認識が間違ってないけど、これ、量子力学的な議論だよね、そうですね4次元の話だと思います、時間も。だし、確定、確定性定理みたいなやつかな、シュレディンガーの猫的なやつかな。とにかく、そこは自分は何回の回答を今考えてるのか分からなくなっちゃうから。

うん,<の>うんあの確かに問題文確定時期を、うん、まあもう決めてそうですね、うん、やりましょう今度から,はからもう発表する段階でもう問題はできてますよ、うん、みたいな感じなでざわ、ね、ついちゃうからそのそうそうそうだからもう、うん、あの やりますよの時点でもうできてますとか言えるようにしましょうど<は>そうしないとやっぱりちょっとこれ心配ですこれは。精密になってきますねどんどんやっぱりルールがねこここまで。うん、いやいやこれはねちょっと心配です,心配ですスポーツ化していくとねやっぱりね、うん、いやスポーツっていうかこれはもう 医療 <laughs> あのちょっとちょっと心配心配心配だから確かに確かに<の>なるべくこうストレスない、うん、ように無用なそうでうさあの、ねうん、社会不安を見たくないああそうですねそうですね、うん、じゃなるべくスッキリした状態でやりましょうねえとあと君のクイズでだとこういう方もいますねえー、とこの方もえー、と十一月四日に届いていますラジオネームファル九千さんつまりクイズをやるよっていう段階でメール送った方ですね、うん、ありがとう、えー、正解はしていない だと思いまたそういう理由は1今年も新語・流行語大賞が発布されましたが2アトロクがスタートした2018年の新語・流行語大賞である3「そうだね」といったカーリング女子日本代表は4「金メダルを獲得しましたか?」という問題だと予想したからです <laughs> 正解はしていないだと思います <laughs> あのこの手のやつは毎回来ますよね絶絶対ないやつ、ね、<laughs> 絶対ななないいいいいややつつ形形式が違う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 うううクイズでではそういうことじゃないからっていう常識で考えてく「○か×か」みたいな人たまに出てきますけど <laughs> そういうった、ね、類いの人です。 でもしてないんだういう <laughs> してないんだしていないというのはずるいなあと例の勢力もやっぱりあの出題前に集まってくるんです、えー、ラジオネーム畑屋さんこの方は、えー、と12月7日の土曜日だから発表前です、ねうん、に、えー、メールいただきました、うん、ウルトラウィーク1週間クイズが分かりました、うんえー、今回は簡単ですねバレバレです、うん、問題月曜 北海道の帯広市とイタリアの首都ローマは違う国ですが <laughs> <laughs> ちょ,ちょ待ってちょ待っと待ていいんだよ火曜過去にビートたけしのお笑いウルトラクイズが水曜ドイツのケルン大聖堂で収録されたことはありませんさて木曜日第27代アメリカ大統領ウィリアム・タフトが好んで食べていた日本食は <laughs> 答え、五平餅。<laughs> マジで <laughs> さ。いや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 、<laughs> もうさ、もうさ、はい、そのさ、うん、あのー。 嘘嘘じゃんウェリアム・タフトが転んで食べていた日本食は五平餅ではないとダメゃんそれもう成り立ってないじゃんその途中までのそのもうあれもうもういいいちいち売れたくないんだけど一週間クイズがちょうど1年ということで今までを総括した内容になると確信しましたでって言うのできてませんできてませんできてまいの。できてませんでいのまいのこれ要は過去の問題の答えを分かる合わせてやろうとしてることわ分かるからはいそうないですよ 汚い,いです、はい2。2回目です、今週言うの君塚さんの、ね。<laughs> 君塚さんの脚本とね。君塚良一の脚本は汚いって言いったい、はいはい。この人も拙いと。うん、えーとあと、この勢力ですよね。だっててこんんなな感じじ書いてんじゃないゃ <laughs> だとしたら問題あるな。<laughs> それは問題ありますよ。うんえー、ラジオネーム鳥取県産メガネさんは、うんえー、11日ですから問題発表された後ですねに、えー、問題、メール送ってもらいました。うん、クイズの答えが分かったのでメールいたします答えはズバリ2015年です。 このの回答を私は以下のロジックで導きいたしましま日本における放送業界のアカデミー賞ことギャラクシー賞は1963年に創立されましたが、うん、ここまでつまり問題文踏まえた上で、うん、その続きでは三河地域や岐阜県長野県の名物としても知られる五平餅のグランプリを決める、うん、そして最終日第1回五平餅グランプリ通称 G1GP が開催されたのは西暦何年 答え2015年えそんなの本当にやってんのはいいやー今回の一週間クイズでは語弊餅を回答ではなくまさか問題文に絡めてくるとはモビーさんなかなかにひねりにひねりを加えてきましたねでは語弊餅を美味しく焼き上げるために1位のスミトースターお待ちしております これ調べたら本当にあるんです。ああ。語弊持ちグランプリ。へえ。なんかさっきのもあれだけど、勉強にはなるんじゃなですそうなんです。語弊持ち情報みたいなのもどんどん集まってきてるんです。語弊持ちグランプリ。ええ。ではじゃねえよ。気になるではだけど。でもまあ。へえ。 <laughs> 多分テレビのニュースとかで見たらちょっとおって見ちゃうかもしれませんね。ワイドショーとかで一瞬の。いやでも、うん、なんていうのかな、5、ま、辺、あ、持ち勢なんかでも勉強してきてるんでね。そうですね、五編持ち勢のちょっとひねり加えてきた。うん、えっと、あ毎回、今回久々に出ましたねオーバーランという人がいます。なんラジオネームカリンさん、この方は12日のよ、えー、午前10時だから、えー、と3日目まで読んだのかな。そうですね、うん、初めてメールさせていただきます。あざます 1>, 1週間クイズの答えですが、あー、あーオーバーランダーだ、ストレートにいけば、第5回日本レコード大賞で大賞を受賞した、こんにちは赤ちゃんを作詞した a 六助さんお<ー> <laughs> が問題文で正解だと思いますが、これではスピード面では勝てないと思い、 A 祐さんの代表的な CM でありかつアトロックも深く関わったゲーム「龍が如く」のレアアイテムにもなっている浅田飴を解答させていただきました、はいはい、よろしくお願いします席席席ね,ね<ー>おなじみの CM ですねこれだから要はもう本当にまさにスピード面じゃ勝てないと思ったのでアクセルをぐっと踏んだ まあね、結果、オーバーランということです。え、この人は何でもそれをやってなければいけたの、うん、そうでもないえでもね、もう、えっ、ー、と、12日の10時、あ午前10時30分な間に合ってはいないんです。ねはい、とはいえ、まあ、間に合ってないというこの焦りが、えー、こういう悲劇を生んでしまったということですね。うんえー、あと、今日あこれも12日のといたこれ、本当かどうかわからないんですが、ラジオネーム、ピースちゃんさんは、歌、はい、丸さん、こんばんは。 初めてお便りをお送りします。12歳の小学生です。<う>以前お父さんがこのラジオ面白いよと教えてくれたので、それ以来時々ポッドキャストで一緒に聞いています。私はまだ小6で夜11時までは起きていられないので、今のうちに送ります。ありがとう答えはズバリおもちゃのチャチャチャだと思います。うん、そう考えた理由はこうです。1963年に第5回を迎えた賞として、日本レコード大賞 グラミー賞大島渚賞え<っ>葛飾文学賞などがありました大島渚賞なんかあるんですかねあの映画監督のうん、うん、その中で日本レコード大賞が答えたと考えましたうん、うん、そしてその日本のレコード大賞にいろいろな賞がある中で「童謡賞」にしたのはいろいろな賞を取った曲の中で「おもちゃのチャチャチャ」以外知らなかったからです また「マギュードンの会」などの面白いことが思いついたらお便り送りたいですありがとうえっていうかおもちゃのチャチャチャってそうなんだその年なんだそうみたいですねこれ何人かいた気がするなこんにちは赤ちゃんといいおもちゃのチャチャチャといいさっていうかおもちゃのチャチャチャなんてもっとクラシックなものな感じするけど新しいんだね新しいですねそう考えるとねあっててますっ今もやんの確かに今でもあるのかな同様賞ってへえねこんにちは赤ちゃんといいまあんていうのかな クラシックく生まれた感じなんですなね。えー、ありがとう。今後ともよろしくお願いします。ね、すみませんあの。ここまで散々ざん、投稿ののしったりして、すみません。うん、<laughs> こういうこともあります。ええ、この税も来まし、ええー、一定数いるんですけど、今回も来ました。えー、っとですね。ラジオネーム動的計画法さんからですけども。この方、うん、11日の、ええー、夕方五時に送ってきてもらっています。 えー、どうも、A. I. 代表の動的計画法と申します。はい、一週間クイズの回答が分かりましたので、お送りします。回答は鉄腕アトムでお願いします。ほうほう理由は A. I. 代表としてチャット G. P. T. を使いました。うん、えー、チャット G. P. T. にこの二週間分のクイズ文章を、えー、まず読ませて。で、私は今ラジオでクイズ番組を聞いていて。 これを解けると豪華商品がもらえるので解きたいと思っています。これププロンプトでですすね指示以下はそのクイズなのですが全文のうち半分しかわかりませんつまり後半の半分は自分で推測する必要がありますうん、うん、で以下クイズの前半ですっていうふうに言って、ね、日本における放送協会の方からギャラクシー賞は1963年に創出されましたがまで読ませたと。 続き、<う>クイズなので上記半分の、上記前半の文章から少しの飛躍がある文章が後半につながってくると思います。ただ、注意したいのは後半の文章は前半の文章と全く関係ないというわけではないと思います。<laughs> 難しいなあなたは後半の文章を推測するととももに回答も考えてくださいというふうに聞いてから、またこれ、何回かチャット GPT とやり取りをしたそうなんですけども、最終的にチャット GPT が出して回答。 以下はあくまで推測の一例です、うん、できるだけ前半と同程度の長さで 2>,、うん、2つの分節程度に分けられる構成を意識しますうん、うん、また1963年に関連する別の放送関係事象へつなげな最終的に答えを問う内容としていますということで後半の推測例、うん、同じ1963年には日本初の本格的テレビアニメシリーズが電波に乗りましたあっちゃーん さてその作品は何でしょうか答えの想定鉄アトムまあそんなに外れてかそんなに変じゃすごい AI っぽい間違いがするね <laughs> なんだろうねなんかさ <laughs>、はい、なんかそのさ、うん、これ絶妙だな、はい、あのさいやあ確かにそのあそっちもあるんだって思うけど、はい、でもなんか、うん、そっちじゃねえだろ感がすごいするんだけど、はい これ「鉄腕アトム」って答えた方結構実はいらっしゃいまして今回ああそう多かったですよ多かったか多かったよねだからやっぱ63年の大きなテレビ界の出来事出来事としてやっぱ調べると1月1日にこの「アトム」が始まってこれ一応日本初の,そのシリーズ本格的なテレビアニメーションとして初めてだっても出てくるんですねまあこれは結果論ですが、はい、その よりもやっぱレコード大賞っていう賞から賞へはい、はい、そのさっきの質問のあれで、うん、その1960ギャラクシー賞は1963年に創立されました、うん、が、うん、こがが、うん、の「和」と「が」がその「ということは他の賞は」の話に行ってっていうことを予感させる。なんかこう ギャラクシー賞と鉄腕アトムって並列できないっていうか、うん、気がするんですよ。その違う方に話を振るとしたら、同じ並列できるもんじゃないとフェアじゃない気がするんですよ。そうですね。うん、だから、もちろんテレビっちゃテレビなんだけど、うんうん、テレビって放送業界。はいはい、でも、鉄腕アトムとギャラクシー賞同じ放送業界ってくるこの感じが俺の感じる、まだええとか。<laughs> まだそこか。うん。んちょっとまだ雑なんだよね。そう。なんか、うん いやちげえだろうみたいなただ人間でもこういう感じのだからそれこそ何て言うのかな、うん、こういろんなほらなんかこう番宣とかやってる時にさ「違うよ」ってさこういうのじゃダメだよってはい,、はい、いう感じのヒューマンエラーのレベルでもありだからこれをまあ有志としての人間だからはい、はい、だからまああのあるんでしょうねただ、うん、やっぱりまあおちょっと後出しじゃんけんに聞こえるかもしれないけど、うん、いやいやそれは <laughs>。 っていう感じがするな。うん、作る側の意見としては、うん、もちろん1963年でその年での出来事紐ひづけることは考えましたけど、うん、それその要はそれ言うと何でもありになりすぎて当てさせたいのと裏逆なんですよね、うん、その鉄アウトをうと関係ないから。だからやっぱりさっきから言ってるそのギャラクシー賞シと並列させるものじゃないと。 だから本当にグラミー賞か日本レコード大賞、うんうん、ほぼ二択に近いんですよ実は多分大、うんまあ、島渚賞<笑><笑>ちょっとかいろいろあったみたいなけどなおかつやっぱ答えの,その、ね、今回の a 六輔さんっていうその文脈の強さみたいなものをからか逆に考えていくと。 まあ鉄オアトムと天秤にかけた場合鉄オアトムは普通選ばれないよね回答としてはね、うん、でやっぱその鉄オアトムってこの番組と何の文脈<う>もないしないんですよ、うん、本当すぎるんですよ、うん、なんかそういう,、うん、そうだから AI がもし本当に当てにくるんだったらまだ文脈の勉強が足りなくてこの番組の文脈もねそう うん、であと TBS ラジオの文脈とか、うん、もうちょっと学ばないといけないこの方最後にメールに書いてるのが要はうないさんの卒業に伴ってこのつまらない話の AI バ倍スで人類がなくなるんだったら今回はクイズで AI 軍と戦うことになるんじゃないかっていうふうに書かれてます。ただ やっぱこれはさっきさ、その、箕くん来る前に、古川さん楽話してた、結局最後に、ありなしのジャッジするのは人間だから、今んとこはね、その、人間がい抜けならない限りは。だから、俺はやっぱそこで、いや、それなしだろうっていう、その、ここがね、うん、なんかその、まだ、まだギリギリ、あの、エアには、かだ、ただ、正直これ、 その学習が十分に進めば、うん、いろんな文脈を考慮した上で文脈性が一番濃いものを選ぶみたいなものは AI 得意としてるところなんだからうん、うん、ぶっちゃけデータ量の問題かもって気もするそこなんですよね正直そうなんですよ物量の問題なのかっていうただ現状はやっぱそれで良しとするのは完全にヒューマンエラーの部類だと俺は思う、うん、なるほど,なるほど厳しいようですがいやいや,いやでもそうなんじゃないですか実際はやっぱね このね物事何でもいいですけどありなしのジャッジが全てを分けるんですよ。という感じですかねあ,<ー>あとねこれがねあの外れてるんですけどあこれ問題として悪くなかったかもっていうのが、まあ、実際無理なんですけど、うんうん、ラジオネームワクワクブルーモンキーさんは、うんえー、答えを結果発表 が答え最近僕がね、<laughs> 連発してますからね。1>, そう1日目の問題で、誰もが次にギャラクシー賞が来るのが分かりましたが、うん、そこから歌丸さん、まあ、ギャラクシー賞だから歌丸さんに行くのはべたすぎますし、選択肢が広すぎるので、2日目を待ったところ、ギャラクシー賞は1963年に創,立させ、ま、創設されましたが、きました、うん、そこでキーワードは1963年と判断し、うん、同じく1963年に創設されたイベントなどを調べようとしましたが、うん ふと1963年生まれの有名人を調べてみていたところ<ー>たくさんいらっしゃる中浜田雅俊さんが出てきたので<ー>これだと勝手に思い込みました。 でキングオブコントにて日比さんがパートナーとして素晴らしい進行されていますが普段より歌丸さんが何度も濱田さんの結果発表を極めようとされているので今回の1週間クイ,クイズの結果発表にて必ず発するであろう結果発表そのものが答えになっていると斬新で目立たきだと感じて勇気を持って答えとさせていただきます。志ははいいでですすけけどね、はい、目のつけども悪くはないですが、はいやっぱ やっぱりギャラクシー賞の話してるのに <laughs> 1963年というところだけ一人歩きするのが <laughs> はい、はい、そこのののロジックのつながりの良さただなんていうの結果発表って何らかの賞の発表みたいなことだから、うん、問題文のありようによっては。うんはい まあなしじゃねえのかなって気もしなくもないあたりがこの絶妙さかもしれませんね、うんまあ、あとやっぱりこの結果発表の時に結果発表って言葉自体がけ答えになってるというそのアイディアにちょっと引っ張られたっていう感じもあるんじゃないですかまあそれもあるけどさねだってそこなんとかでそうだねあまだそうだねあ、うん、でも里志さんの名フレーズといえばいに,に歌丸が言ってほしいフレーズといえば <laughs> <laughs> 結果発表 皆さん、本当にね、一回やってみて、めちゃくちゃ高いキー出してるから、ラジオでどこまでながってもめちゃくちゃ高いキーで、でかい声を安定的に出してるんですよ、あれは本当によく日比さんが話してたら、やっぱりすごい声の高さとあれがすごいんですよ、んかの方もなんかのインタビューで見ようんで、っ、そうなんだっ群を抜いてるって話で、やっぱう同じ声を出す人間として。はい ちょっっとやってみたたなました<ー>結果発表でちょっと、うん、本当にこのぐらいギリまで行くんだいい結果発表本当に喉ど、だい心配になりますけどね、本当に、それ。で、どんどんそれがあの年々エスカレートしてるらしくて、年々、年々、限界に挑戦してるらしくって。 まあでも面白いんじゃないですかこれね番組聞いて頂いてるならでは何人かいらっしゃいました結果発表ってフレーズが答えなんじゃないかと人は言いましたねあれですねんかふざけて連発したのも考えもんですね。これねだからほらみんなこの時期ってすっごいナーバスになってるからどんな情報からでも答えを探り出そうとするというねこの辺がお互い緊張があるとこですねじゃあやるっきゃないとこもいるんですかねやるっきゃないってこんなに連発してるってことかなっていうね小おさんとかさおさんねどういったか答え えとこん僕、読んでてこんな問題にするかとず言っちゃったもんあの回答がありましてラジ,オネームラジオネームない方、えー、と11日にもらってるんですかね正解は西鉄ライオンズ、うんうん、野球球団のレ西鉄ライオンズあの昔の,昔の今の西武ですね、はいうん、ロジックとして第5回日本レコード大賞を受賞したあずさみちよとできてた 東修が在籍していたチーム名は「ですね」知らないよ実際にこれ不倫報道とかあったんですけど有名有名有名だけどするか嫌でしょこんな問題が公共の電波でちゃんと大喜利の番組流れたあずさ道のできてできていたなできていた何ていうんですか

できていた。できていた。できていた。いやだなた。答え、西鉄ライオンズ。<だ><そ>できつまんねえ問題。できていた、鉄は。今だけ、ちょっと使わないよね、あんまね。うん、そうですね。あそこ、できてんじゃねえみたいなね。<laughs> 使わないもんね。 えーとあとこの方、ちょっと答えてゃないんですけど非常に冷静な自己分析を送っていただいた方がいらっしゃって、これがこの1週間クイズの非常に心理状態を皆さん、あの結構明確に言い,言い当ててると思うんで、ご紹介します。うん、ラジオネーム、吉祥寺ルーカスさんは、12日木曜日かなの、えー、と昼3時に送ってもらっています。でで、うん、日日に不正解だと思うので なぜ間違っったたのののかてていうのを改めて考えたのでますなんでそんなになっちゃうの、ちょっと。前回の1週間クイズの放課後、ポッドキャストだったと思いますが、不正解の方のロジックを聞いた歌丸さんが、うん、一度答えを思いついて、それにとらわれているというようなニュアンスの発言があったかと思いますが、まさにそれだと思いました、<う>そしてなぜとらわれてしまうのか考えました。ほうほう 4日目まで聞いて送るならともかく早押しに重きを置くと些細な手がかりの中で回答を導いていくという性質上、うん、ある程度こっちの方じゃないかという方向性や当たりをつけて調べていく中でとはいえ他の可能性もあると思って調べているとはいえ どうしても自分の方向性を強化するような単語に強く反応したりうん、うん、ちょっと無理に思えるような類推にもなしではないなと強引にうん、うん、結びつけてしまう思考に陥ってしまいました全ての可能性を排除しないというのは簡単なようですごく難しいことだなと今回初めて参加して気づきました<ー>、うん、これまで放課後ポッドキャストでチンロジックや強引なロジックで答えを導き出しているリスナーの方 の回答を聞いていやーそれは無理筋でしょうと笑って聞いていましたが、うん、今回初めて参加してみて正解を知ったあとだとアクロバティックなロジックに感じるものも自分の予想にとらわれてしまうとそのような思考になってしまうのも全然あるなという気づきを得たのはすごいい面白いタイプでしたこの方実際じゃあどういう正解をあの回答を送ってたかというとデビッド・バーンっていう回答を送ってるんです。ほう でこの方ね、いや、いいんですよ、面白いんですよ、要は1日目、日本における放送協会のオンオンアカデミー賞ことで、2日目、ギャラクシー賞は1963年に創設されましたが、ここまで聞いて、うん、3日目、さっき一緒に出ました、本家アカデミー賞で1963年に作品賞を受賞したアラビアノ・ロレンスの監督、デイビッド・リーン。 と、一文字違いで、今年、<laughs> アトロック映画祭でも上映された、ストップメイキングセンスのバンド、トーキングヘッツのフロントマンは、答え、デビッド・バーン。 なんで一文字そんな問題あるわけねえじゃんこんなに冷静な自己分析できる方が答えを考えてる最中はこんなロジックをよしとしてしまうんですよさっきのメールの分は俺感心して聞いてたのに感心してます通りだしだしこれはクイズに限らないなとこれは本当に我々人生全体にね言えることだなとそうそうそうそでそれで気づいたらすごく歪んだことに気づかないみたいなことあるなとはなてあな これはね学ぶべきことないだなと思って聞いてたわけなわけねえじゃんこの一文字違うってさ <laughs> なんで一文字違うんだよおか <laughs> しいだろこのえー、っとねリアルタイムで送ってもらったメールもその、えー、ギャラクシー賞と続いたのは予想通りここまで予想通りでここまでは定石通りで来たぞって多分それが自信を深めたんでしょうねで1963年をググってみたところ、えー、ピンとくるものがなかなかなかった でぼんやりとアカデミー賞のことっていうのをやっぱ考えてたそうで,で、1963年の受賞作を検索すると、アラビアのロレンスが受賞していることが判明したと、歌、うん、村さんの時折、話の中にアラビアのロレンスについて言及されてたのをおぼろげながら記憶しており、好きな作品だったと印象を持っていたので、これで一つ、アントロクつながりのフックができた、白尾のひらめき、この方向性で間違ってないだろう、<laughs> いや、ハ <laughs> お,おかしいよ、<laughs> いや、半 <laughs> 日アドバンテージがある今、早押しするためにはこの方向で行くしかない。 とといいう思いで <laughs> 突き進むことにしましまたアラビアノ・ルレンスの監督はデビッド・リーン。んデビッド・リーンってストップ・メイキング・センスの <laughs> <laughs> 検索するとステップ・メイキング・センスの監督はジョナサン・デミンあ。でもストッ,ピンストップ・メイキング・センス周りでデビッド・デビッドリーンっぽい単語を聞いたことありさらに検索ストップ・メイキング・センストーキング・ヘッズデビッド・バーンこれじゃないかな。これでいく <laughs> <laughs> ということで、3日目の問題も想定しました <laughs> <laughs> ということで、さっきの問題文になったと。ガッチャガチャですよ、もう。えー、<ー>現時点では、これしかないと回答には自信を持っていますが、今回は、出題傾向が原点回帰ということもあって、オーソドックスな印象を受けたので、私が30分ほどで考えつくということは、すでに正解者がいるのでは やはり遅れは痛かったかななどとリアタイで聞けてればと早押しに勝ってる自信はありません答えが間違ってるというのはブレてないんですよ、はい、<laughs> なんで一文字違いが出てくるんだよおかしいじゃなクイズの問題で、はい、<一>文字 <laughs> <laughs> という感じですねはいでこれを冷静になって見顔してみたらいかに自分が間違った方向にとらわれていたかが、ね、分かりましたという一応だから反省はされてるといことです何 <laughs> だろうなまあせめて アラビアのロレンスで言ってほしいね問題に答えにするから出ましたからね実際も尾身さんの打ち合わせでそのまま言ってた方がもしかし近かったかもしれないいやいや近くねえよデビッド・バーには絶対行かない絶対行かないですデビッド・バーにはね俺そんな問題でしたら怒るからさんでもまあその何というかな思い込みがもたらすっていうのはこれはまあ確かに我々の思考のパターンというんですかね恐ろしいですね いやいや、そういう感じですかね。じゃあ、最後に、いつものこのパターンです。ラジオネーム・ほっこりしんじさんのこのメール、最後にご紹介します。3日目の投稿です。問題予想。日本における放送業界のアカデミー賞ことギャラクシー賞は、1963年に創設されましたが、同年に発表された。第5回日本レコード大賞が行われた。日本・日比谷公会堂に行ったことはありますか？うん、答えない。<laughs> 何日目だっけこれ3日目ですねつまりそのレコえまではある意味全然いけるいったんですけどなんでこげるんのパターンが受けるっていう手応えを多分この人は感じていてもう今回は受けようっていうふうになってやっぱついわれわれもうっかり紹介してしまいました私もはいただこのパターンはだいぶ出始めたのでそうだねだかフォロワーねフォロワーですはいほっこりしんじくんじゃねえよ

いつかそういう問題作ってみてもありかもしれないダメでしょ見えてですょ。ね回答は人によって違うからそうそうそうある人もいるからねないっていう人もいっぱいいるからモビーは怖いかモビーまあどういう感じでしょうかね疲れたなまあでもあのいやでもさなかなかあれじゃないやっぱり今回はあんまりブレないっておっしゃってたけどまあでもしっかりね いやん問題出す前にかぶってるからブレるの当たり前なんですむしろブレてない方です、これ<ー>でも。 いやでもいや実際に問題のちょっとしたチューニングによって、問題、ある種クイズの性質みたいなのががらっと変わってくるというか、ちょっと種目が短距離走から中距離走に変わったぐらいのなんか、これはね、正直、その出題とかにも本当によるから、毎回、いろいろ変わるんだけど、ただ、その出題のというか、問題は確定しましたと。っていう、まあまあ ことはアナウンスししてももいいかれませんただ、俺は単にそれを言ったところで、また別の妄想が広がるだけだと思いますけどね。その日に発表されたことだのね。なんだの。まずその日に起こったことをみんな調べ始めるでしょうね。なるけど、まあでもいいじゃないやりましょうよ。やりましょう。ちょっと一回やってみましょう。どこまでいけるかやってみましょう。いやーや面白いなということで、今回第6回のアトロク1週間クイズでした。 投稿してくださった方、そして正解の方、ありがとうございました。はい、っていうか、もう本当に皆さん、ありがとうございます。とにかく皆さん、検索勝負になったら、ジェカゴさんが今のところ一番早いって、これは覚えておいてください。うん、そしてね、あのモビーさんもありがとうございます。えー、モビーもまたちょっと次回ね、はい、ちょっと、ねあのー、今回はね、そのミノラ君とモビーが仕込んだ、うん、ある意味、うん 挑戦上にそこには誰も答えられて、うん、まあミス,スさん以外は答えられてないわけですから、うん、まあ今後もまだまだ我々の戦いは続くと言っては過言のない、うん、で,、ね、でここに AI がまた参戦してきてるわけですから。<AI> えー、ということでですね、はい、ちょっともうだいぶ来ちゃったんで時間が。はいはい、もうねメールは、うん 大幅にですね、省略します、ちょっともうね、私も疲れちゃったんで、疲れますよね、すごいね。はいということで、すねちょっとさくっといきますね、ちょっと今回のウルトラウィーキング、絡んだメールだけご紹介します。ラジオネーム、おっさんの絶賛を退散は解散さん、皆さん、こんばんは、ここんんんんばばはは今週火曜のおでん総選挙、楽しく聞きました。しかし、あれはなんですか、ターミネーターのあの曲のあの音に合わせた、日比さんによるおでんでんで電話、今年一、いやさ、ここ数年なんかでも最も可愛かったし、面白かったです。 なクソバカキラーフレーズはなかなかありません。あるいはターミネーター好きの箕輪ダさんか、もしくは他の誰かのスタッフによるアイデアだったのでしょうか。えちなみに以前、またのーのコーナーにて、立ちくらみにして片膝ついてしまう状態を立ちくらみネーターと呼んでいるというで、ただ採用されたことがあります。<laughs> なので次に立ちくらみしたときはこのフレーズを踏まえ、ゆっくり片膝をつきながら心の中でおでん,でんででんと日々ボイスで再生しようと思います。これからも聞きます。ということです。 これは多分、あの歌謡スタッフなんで、はい、加瀬川恵もしくは江藤恒製作家、はい、こうあいう、どちらかの、まあはい、企みによるものだと思うんですが。なんか僕、作業、隣でずっとやったんですけど、うんうん、なんかあの二人がちゃんとなんうのかな台本をどうやって書いてるのかって、ちゃんと目の当たりにしたのは結構初めてぐらいだったんですけど、えー、なんかね、お互いがこの口に。 出してはキャッキャキャッキャ笑いながらあの読み上げの発表文とかあるじゃないですかあれも二人でこう声に出してみながらキャッキャッキャッキャとか言っててすげえねいつまでかかるのこの作業みたいな感じで書いてるのがすごい楽しいでしたよ楽しそうにやってるのがいいんですけどねちょっとあのターミネーター使いすぎなんですよターミネーター水温も使ってるけどおでんだからいいじゃんキャッキャキャッキャー2連続なんですわまあただどっちかと言えばね我々 AI vs 人類の方があっちはブレードラン なんだ,んだなということで、でね、ターミネーターよりそっちはね、本当はねうん、うん、ということがあったんでね、あ、うん、あのまあ、いずれやられることがあったら今度はブレードでバ,バンゲリスいきたいと思いますので、ちなみに僕は角ディレクターに、ファイナルレコーニングなんだからミッション・ンポッシブルなんじゃないの絶対違うでしょ。絶対違うでしょう。<laughs> そういうことやりと本当に無視するから、ね。まあまあまあみたいな顔されました。てか、ファイナルレコーニングはねじ込んだんでしょ、稲く君が。でも 誰もいやでもなんかすごいんか「ファイナルレコーニングって意味分かりますか?」みたいなこと言われて「罰」「総決算」みたいな意味だから「今回これしかないでしょ」っつってじゃあじゃエ m ティミッションポ s s i が AI が AI が戦う話になるから「ファイナルレコーニングぴったりだ」っていうことを言ったらみんなが面倒くさそうな顔でうんってうなずいたから決まったっていうのは我々まだ「デッドレコニングしか見てないじゃんデッドレコーニング確かに AI 出てきたけどなんか別にそんな話 にまだなってないから AI と戦ってる感じもあんま印象としてなかったなんかもっとなんか重力と戦ってる感じがあったからだからなんかちょっとあといろいろ重ねすぎじゃねみたいなのがあってそうそう,そう,そう別の映画だしなあすっげえ怒ってる、うんえー、ラジオネーム <laughs> シープロアンさんからいただきました <laughs> 水曜日の特集の AIVS 人類やはり最高でした私のニワトこれね最初読んだ人鶏縦読み文あい<ー>うん 私は AI。はい。えー一、一通目に読んでいただきありがとうございました。うん、送った AI 文は電車移動中にスマホだけで作ったものです。いや、そうなんだ。誰でもすぐ使える道具で、人の力に依存しすぎた指定なしにできたものでしたと。<laughs> えー、人の力に依存しすぎた指定なしにできたものでしたあだからそのつもりでした要するに勝手に作ったやつなんだけど、うん、他の皆さんの指示はもっとスマートでしたし、人が人に書かせるアイデア、WI などにはかなわないなと。<laughs> あなたは人間のポテンシャルに驚かせました。<laughs> そんな褒めるようなことじゃない, <laughs> ないですよ。<の>歌村さん、どっちかと言っても否定的ですよ。縦読みに関しては、できるかなと思ったらできたという程度だったので、うん、私が大好きなうなやさんがびっくりして、笑ってくれるかなと思いながら、よかれと思って入れたスパイスのつもりでしたが、うん、蓋を開けてみれば、完全に怯えた表情にさせてしまった挙句えアナウンサーとして言ってはいけないことを言いそうになった、<laughs> この野郎、本当に手を加えていないのか、本当に、本当ですか、この人、ムカつくと。<laughs> 棒の弦の山を引き出してしまい、ちょっとだけダメージは負いましたが、企画のオープニングアクトとしては昨日できたかなと思っております。この企画は内容が楽しいのはその通りですが、やはり歌丸さん、お姉さん、古川さんのやりとりが面白くできているなと思いました。ポッドキャスター、YouTube で校長なしであと100回ぐらい楽しむつもりですという。あり,ういありがとうございます。あのー、その1通目,で,1通目で, 1> で、そしたらもうお姉さん立ち上がって、立ち上がってました、ね、なんかその、あれですよね、<laughs> 本当にね、あのい シーくらいまでってシーまで、シーまで言ってて、で、アーツみたいな、ってはいけないことを、ですね、よく踏みとどりましたね。もうすぐやめるとは言えちょっと、ちょっとね。ちょっとね、さすがにね。 あとこれをやるために会社に入ってきたんですよね大丈夫なブースで平気で立ち上がるようになってます、ね、気づいたらねあん,んまりアナウンサーさん立ち上がらないんですけどね普通ねあとあとやっぱダンスに対する全くこう躊躇はないスクッと立ち上がりますからね,ねだンスがいいやつダン <laughs> <ー> まあ今日こいちょっとね皆さん本当にすっごいいっぱいメールもらってるんだけどもうちょっと今日疲れたんで今日はこんぐらいしようかな、うん、いやいやいやまあ聞いてる方も結構疲れたと思いますよなかなか頭を使うメールばかりでしたからねそんなこんなでございましてじゃあ来週のお知らせしてちょっとごめんなさいあのメールはいあの他の えっと例えばそのいろんなここでこういう昔もなやってるみたいなメールも、はい、あのちゃんと配読しておりますしはいそうです、ね、はい、はい、あのー、いずれ中身にフィードバックできるようであればちょっとしていきたいと思いますし、うんうん、本当に勉強になりますねこれ皆さんく,くじけずに送ってください、はい、あのー、皆さんの声は届いてますよはい本当、はい、届いてますありがとうございますあ,、はい、あなたの気持ち届いたようんむろいです伝わったよあなたの気持ち伝わったよ十二 <laughs> <laughs> <laughs>、えー、月十六日月曜日 パーートナはさんです特集のビヨンド・ザ・カルチャーはアトロク漫画部が選ぶこの漫画がすごく面白いということでこれ毎年恒例になりつつありますね。アトロクが誇る漫画キュレーターたち通称アトロク漫画部が今年最も面白かった漫画について語り合いますと登場するのは漫画研究者の富山由紀子さん漫画読み芸人の吉川きっちょむさん漫画家の都紫さんそしてアトロク漫画部部長の宇垣美里さん。 そしてスカートの澤部渉さんもメッセージで参加してくれますとこれ俺確かさ去年なんか風邪かなんかひて一回んじゃないかなああいらっしゃらない日だったかもしれません,そ,なんかそんな気がしますま、ね、そうそう,そう、はい、で、うん、みんなでなんかキャッキャウフフ,フってやってた記憶が俺いてもいなくても同じだねみたいな感じで <laughs> そんなことないです だたもい実際のところ、来週月曜の私の役割はその読んだことない、うん、知らない人の立場でいきたいと思いますので、うん、いいお願たしますそして、この日夜11時15分ごろからのカルチャーワンショットは映画パンフレットをめでる自主団体映画パンフは宇宙だの今井優也さんが登場して2024年の劇場映画パンフレットのベストを発表していただきますこれねちょっとムービー落ち面で扱った中でもいろいろ思い返しますしそれじゃなくても。うんうん いや例えばあの石井学龍監督の箱男の大島入谷さんとか,あ,かいいあれだって石井,そう、ね、石井学龍さんからのスタジオに来ていたお話を伺いましたけど、うん、あのもう石井さんのパンフって毎回すごいんですよ、うん、なんだけどあの僕のキャリア史上最高だってそれ大島さんに伝えたの<ー>この間井出さんに伝えたらそのいやだって学龍さんの,その映画って結構パンフすごいなそんなこと本当にそんなこと言ってくれたんですかそそうそうっそて言ってた言ってた放送上で言ってたからつっ,て <laughs> って話をねこの間お伝えしたぐらいですよ。 <laughs> うん、ということで、動物 <laughs> もあるし、最近はやっぱミニシアターものね、あのあ<ー>単価の値段が1000のの円超えてきたりするようになってきてるけど、ててねうん、その分、すごいものがあるのはミニシアター、ね、見合ったものを作ろうっていう多分気持ちがあるんでしょうね。うん、あと、そういう,こう想定とかあの凝ってるやつもあのいいし、うん、普通にこ,うなんていうのあこの解説ついててよかったなみたいなそそうかやつもあるじゃないですか。そ、うん、そうそうなので あのそんなのも含めてですね自分ならどうかなみたいなのもちょっと考えてみちゃったりしますねこれ楽しみですよね、うん、そして、えー、翌日12月17日火曜日はパートナーひびまお子さんです特集のビヨンドザカルチャーはおでんもいいけどカレーもねカレーは音楽であり音楽はカレーだ ゴスペラーズ黒澤香プレゼンツベストカレー2024発表スペシャルです。これでございます。要するにそのラジオを聞いてても味っていうのは伝わってきませんけども、うん、味っていうのはまあ音楽に置き換える、うん、特にカレーというのはその音楽に置き換えやすいという我々の仮説のもと、ということは音楽を聞いてもらえばカレーの味伝わるんじゃないかと。黒沢さんが今年ね、食べた中で、えー、ここの店のこれが今年は推しだっていういくつか選んでいただきまして、うん、毎回ね、ちょっと違う方向で。そして、えー、この 味を、えー、音楽にして乗せて伝えるならこれだという楽曲とともにですね。では皆さんはだからその音楽を聴くというなのはカレー師匠。うん、我々はスタジオでカレーを師匠。同じことをしている。特集でございます、えーうん。これ画期的ですね。する味がする。<laughs> ね、<laughs> 美味しい。カル、うん、ちゃんはちょっとは、えー、ディレクター・プロデューサー・作家の上出良平さんが登場します。 えー、俳優の中野大我さんや写真家の阿部祐介さんと一緒にネパールのランタンダニを1週間歩き続けた姿を追った新刊、ミッドナイトピッツァクラブ、ファーストブレイズランタンバレーについてお話を伺いまこれ、かみさんはですね、ねまあちょっとまだすべては言えない段階なんですが、えー、このあとっと、何、え、ら、ー、かのコラボ企画をやるやも、やらないのか。 というような段階で、うん、今回はこちらの本でございますが、はい、今後ともか田でさんお世話になるのかならないのかうんこんな感じでおかし、はい,りいます <laughs> 気持ちいいなアウ <laughs> 12月18日水曜日パートナーはうないりささんですうないらしと月刊第2弾でございますうないさんがやり残したことを全部やっていこうという、えー、月刊の第2弾特集ということでラッス,ス2だよねラスーですはい、うんえー、特集は「うないうたまるのザ・フリートーク」 まあ要するにまあこれからちょっとねときますとまあ,あと2週でございまして、うん、まずえとその来週はえうなえさんが私歌丸に向かい合う週そしての翌週はリスナーの皆さんに向かい合う週ということでリスナーの皆さんに電話をつなぐ、はい、でえと一応その水曜日としてはそこが最後で12月30日には、はい「はいはい まあうなぽん名場面、はい、まあおそらく総選挙という形になると思いますけどね、名場面という感じでお送りしようかと思っております。はいはいはい、でうなえさんのだから印象深かったシーン発言などなど、えできればまあ覚えてる範囲であのひ何年何月の。 本当に日にちまで分かる人は日にちもこの瞬間とかねこの瞬間とかっていうのを添えて送ってもらえれば僕らがそこを探してそれはだから12月30日来週に関してはフリートークなんですけどただ皆さんね梅さんとのオープニングトーク面白いとか言うんだけどそんなんね何の保証もないんですよ何の取り高保証もないんですよそれもちょっといくらなんでも怖いということで皆さんぜひトークテーマをねこの件について話し合ってくれということをメールで 送ってください。はい、じゃあもう歌丸アトマーク TBS.CO.JP、歌丸アトマーク TBS.CO.JP トト、歌丸うない、うん、えーと、フリートクテーマ。はい。あのか、かかりまで送ってください。ありがとうございます。うん そしてこの日、カルチャーワンショットは、先月、11月20日ですね、に、アトロック2チャレンジウィークというのがあったんですけども、この中でスタッフが、この人を呼びたいんだっていうのを、ご公開プレゼンでやりましょうということをやったんですが、そこで私がですね、この人を呼びたいんだということで、ボカロ P のピノキオ P さんという方を呼びたいんだというプレゼンをしたんですけども、うん、でこの結果というか内容を受けて、実際にピノキオ P さんに出演オファーをさせていただいて、で出演を開拓していただいたということで、来週、ピノキオ P さんがいらっしゃいます、はい、でまあ一応私が、えー、インタビューを中心に、えー、やらせていただきつつ私もね、うんあのー、ちょっとあの聞いてみたいことありますんで古川さん主導、うん、私とか稲井さんとかが適宜聞きたいことを入れていくという感じで、はいはい、私もちょっと、あのー、すごいあのなんていうかなすごい。 などう考えてやってるのか興味深いところがあるんでぜひお話を伺いたいと思います、うん、はいぜひお楽しみにしてください、うん、そして翌、えー、12月19日木曜日週刊映画辞書ムービーウォッチメンで歌丸さんが評論するのは「スピークのイーブル異常な家族」ですね デンマークいかでしたっけ、元はオランダ合作かなオランダか、胸騒ぎという、これね、山本隆明さん、曜日パートね、毎週、第4月曜の月間の、今パートナーであります、山本隆明さんがすごく面白かったって、毎日、熱く語っていました。で、それの、も割と早めのハリウッドリメイクで。ジェームズ・マカイ怖い楽しみです怖いっていうか、まあ。 わかりませんけどね、ちょっとこ,れこれから見るんで、うん、はい。うん、ライブダイレクトなんですけれども、この日は11月6日に4年ぶりの5枚目のアルバム、えー、フルアルバムですかね、アイランドをリリースしたインストバンド、床の間が登場、3回目なんですけれども、前2回はリモートでのご出演だったので、今回、スタジオライ,ライブというのは初めてなのかな、はい、ようやくお待ちしております。というのが、来週1週間のアフター6ジャンクション2でございます、はい。もうどんどん年前ね、ちょっとさせてまってまいりましたから、はい。 柴田先生から預かっていることがありましてこれをちょっと一つだけ最後注意喚起させてくださいラーメン食い終わって帰ったみたいですね帰りましたね、うん、ラーメンの匂いだけを残してすごい匂いしたねびっくりしちゃカップ焼きそばみたいでしたね,なんかね12月30日に開催されるアトロク大忘年会2024についての念のための注意喚起なんですけれどもこの日オールナイトイベント なので、えー、ご入場の際には顔写真付きの身分証明書っていうのを提示していただく必要があります。でこの顔写真付きの身分証明書がない方はですねあの申し訳ないんですけれども、えー、入場できませんのでこれを必ずお忘れなくお持ちください。今すぐ作ってください。はい。で、えー、顔写真付きの身分証明書っていうのは例えば免許証であるとかパスポートであるとかマイナンバーカードであるとか。 住民企業台帳カードとかっていうことを指すそうです。だから、ゲオの会員証とかダメですよ。<laughs> ゲオの会員証はかなり低い方だと思います。信頼度という意味では。はあ、ほだ。でもね、うん、あの、身分証、僕なんか身分証ない時期ありましたから、そっちがも,藁をもう、笑おもつかむ気持ちで。 レンタルビデオの会員証って,だってそれ住んでる場所とかちゃんと身元が確認できてるからこれがあるわけですからつってこれを作るときに顔写真付きのやつを出してるわけですからうん、うん、っていう <laughs> 必死のね。<laughs> <laughs> <laughs> こういうい顔写真付きの身分証明書が必要なところで、なんかいろんなものを組み合わせたら OK っていう場所もあるんですけども、やっぱこういうクラブっていうところは、やっぱりセキュリティー非常に厳しいので、なぜかと言いますと、はい、その結局、ざるにしちゃった結果、昔はね、そういうとこちょっとありましたけど、はい、あの未成年なんか出入りしちゃって、それでお酒なんか飲んじゃったりとかして、なん,なんかね、あったりしたら、これも、あの要するに入れた側のの責任になりますので,そうなんですクラブ側がやっぱり、これ、一番被害者になるんですよクラブ側っていうか、我々主催者側ですからも、もちろんそうそうそう完全に我々側の責任もなりますねで、これ、われわれの責任として、それちょっと、はい、あの、 それを絶対的に避けけななきゃいいどんな言い訳も聞かないんでそれは。未成年ですから、それは。だから、未成年に関しては大人が責任を持ってるということで、皆さんもですね、大人として、オールナイトイベントだから、未成年だめですよというのを繰り返し言ってるわけで、皆さんの大人の責任として、自分だけのことじゃないんです。そういう未成年的なトラブルを、それ未成年的なトラブルっていうのは未成年の被害ですから、というのを起こさないためのものなんで、公共、 のマナーとしてちょっと一つお願いしますという感じでございます、うん、でたま、ね、さんさっき言ったようにその顔写真付きの証明書を今すぐ取れっていう話なんですけどもえっとですねさ、えっき、とは,うん、は難しいもんないや免許は実は原付免許が実は一番早い説あるんですでも俺落ちましたからそうなんですあなたの頑張り次第ですなんで試験みたいなんじゃないですかそんな 試験を受けて、原付き免許だったら、1日勉強、1日テストで、2日で取れる可能性は一応なくはないなるほどね、はい、なるほどね、最速という可能性がなくもない。なくはない、で、パスポートは、現状、多分お恐らく繁忙期なのは間違いないはずなので、うん、正直これ、確約はできないので、お近くの,そのパスポートセンターに問い合わせて、どのくらいでできますかっていうのは、ちょっと問い合わせてみてください。マイナは マイナーはね、おそらく間に合わないそうなんです。なん結構時間かかるみたいなんです。で、ちょっと、ね、どっちにしろ免許だろうが、パスポートだろうが、お金はちょっとかかっちゃうんですけれども、その顔写真付きの ID っていうのが必ず必要になりますので、えー、ない方は、あのもちろんせ、 チケット買うときに、必要なものとして、顔写真付き ID カードっていうのはあったと思うんですけれども、改めてまず忘れないようにしてください。よろしくお願いします。すみません、お手数をおかけしますが、お手数おかけしますが、絶対に大事なことなんでということなんです。ゲオではだめですよ。確かにゲオの写真を作るときに、顔写真のものを出して、撮っているのだから、いいじゃないかという理屈は、確かに一定の説得力を持つような気がしなくもないが、その理屈は一応現状は通らないという。そうういことですね 気持ちは分かる。入りたいはその気持ちは分かる。ただではそれしかなくてさ、来ちゃってさ、そういう財布の中とかいっぱい出して、これだよ。だってこれ、だってこれ、これ作るときに出してるわけだから。ってことは、これは事実性つって、ごめんなさい、あのの時の受付の人。です というのはちょっと番組からの注意事項として、これ、SNS にも書いておきますので、お願,ね、お願いします。お願いします。えい最初のこと見ましたけど、やっぱスティーブン・ユニバース面白いですよと、ただ僕もまだ4話ぐらいまでしか見てないんで、あの最高ですでね、あ,そうであまりにもアートワークとかも素晴らしすぎて、とにかく何でもいいからまず、まずね、フィギュアねえかなと思ったんだけど、うん、やっぱりあんまなくて。うんうん あるはあるけどあんまりいいのなくて、うん、でなんかねもうアートブックとかめっちゃ出てんのよあやっぱり長いから、ね、ところがところが,ところがやっぱりもう船長いし古いし人気だからすごいプレミアついちゃってて、うん、ちょっとそれは高いなって感じだったんだけど、うん、アートブック欲しくなるやつです<ー>本えにあのねめちゃくちゃ可愛くておしゃれで面白いし でやっぱり確かにそのエッセイ風なんですよでもちゃんと。言っちゃえばそのえっと女性のヒーローチームに育てられて直接その血のつながりがあるわけじゃなくて女性のヒーローチームに育てられてお母さんは別個にいてでお父さんはあのそれこそなんだあれの神父卒のホーマーじゃないけど、うん、ああいう雰囲気のお父さんが別個にやっぱ別居して死んで作らしてて、うん、でも実際にはそのヒーローの。 えっと、女性3人に育てられてる男の子がスティーブンでふんふんまたこのスティーブンがあの全然いい子なんだけど<ん>まあ言うこと聞かれこういうことをすんなってことをまあきっちりやるみたいなふんふんでまたいろんなことが起こったりするんですけど。 面白いし、とにかくアートワークとか素晴らしいくて、画面ちょっと見たけど、まめちゃくちゃおしゃれだねこれね。さすがのマガサタリさん。まあ今そのユネクストでバーンと出てきて、あの吹き替えしかないのかな。でもまあとにかくいきいきなりバーンと出てきてすごくあのあのめ見やすい感じになってると思います。ネットフリックスもいられるかな。あ、そうなんであ、ネットフリックスもあるんだ。ありますあります。今見たら出てきた。素晴らしかったです。ちょっと見よう。 とかね、あとまあ残りのねまあちょっと私の個人的な話はね先ほど最初思いましたけどブスのねね、これ歌丸分室へえ面白いですよ面白いいやいや面白いですよあんまりねなね、そんなに広く何何そんなに広く聞かれてもちょっとねいやいいじゃないですか広く聞かれる分いいじゃないですかこんなでね以上以上です OKB、OK、の、OK、お気に入りボールペン総選挙も現在まだまだ受付中でございます投票可能ですので気になった方は OKB48、OK、で検索してみてください握手会などもやっておりますのでご興味ある方はぜひ来てください今日めっちゃくちゃ寒いじゃん何度この間だって俺水曜かな、うん、火曜かなっ、うん、つってもまだ11度だとかつってもまだ最高温度14度だとか言ったら今俺5度ですよ、うん、あ本当だああめちゃくちゃ寒いよ5度って10度切ってんだ 最高気温で7度ですよ。あ本当だ。めちゃくちゃ寒いよ、これ。本当だね。5度は相当寒いよ、寒いですよね。真冬並みだよね、5.4度。全然言い訳不能の寒さですよ、これ。はい。俺、そうなのにさ、この間、ちょっと手袋を落としちゃって。あ片方なんですよ。片手袋研究家の人が写真撮りました結,結構、気に入ってたのにな。<ら>だからもう、すごい、すごいイライラしてたんですけど、うん、悲しかったんですけど、うんうん、ウルトラウィークで、皆さんのメールのおかげで、なんとか。 あなたの思いちょっとあったよそこが残ったんだ <laughs> 結構いくつか真似したくなるものがいくつかありましたけどやっぱりそうですね石田あゆみさんこんな役で使うなよっていうのはずっと思ってたんですけど,などあとはなんかわしら全員よ <laughs> それよくそれすっと出てきたなと思って僕も感心しました、はい、いやあのセリフだけはいいと思ったんそりゃそうだよと思って、うん、ただじゃあ最初の あごめんなさいねじゃあ最初の時に最初の時にしたあの昔話とか何だったんって、そのよそ者は定着できないとかよそ者がいるとなんか起こるみたいなあんな思わせぶりな結構な尺取って昔話っていうかさ下ちゃん言ってたよさなのにその自分も実はもともとはよそ者でってさどういうその時代だなのっていうねえ 僕は楽しい考えるだけで楽しい寒くねえよんとこね俺がやっぱ結構いいなと思って。って言うけどさ大きな家見たんですよ児童養護施設のドキュメンタリーですけどマジで室井特にそうだね室井前後編に出てくるそういう連中実在しないけどマジでお前ら この作品に恥ずかしくっていうかここに出てくる人たちに恥ずかしくねえのか <laughs>、うん、お前らっていう本当にあらゆる意味で <laughs> あらゆる意味どの角度から見ても結構ねもうねなんかこうしゃじゃなくムカつきましたそ,いやでもそれはそうでしょうねうマジでよ <laughs> っていう感じで 子供預かって暮らすあの育てるっていかに大変かっていう大変もそうだし大変もそうだしそのそうそうもちろん大変もそうあのだし大事な仕事だからでででなおかつそのちゃんとこうやってこういう施設もあるしですねちゃんとやってる人いるわけよそれに対してあんな頭産を超えてもそうでちなみにねそのまあこれもうだから詳しくはね分身して話すかもしれないけどどうすればよかったかと並びで見るといろいろその 考えちゃいますよ、ね、その家族っていうことと幸せみたいなことって、うん、その要するに非常にご家族という意味では大変なというのかなその、うん、とこにいる子たちなんだけど、うん、でも何ち言うかな本当マジでだから不幸とか全く言えないよねというのをこの連続で見るとね、うん、うちがちゃんと裕福で家があって両親揃っててなんとかでみたいな、うん、だからって。 いいいとも限なむしろそれが故の問題っていうかな難しさも生じうるしだからってもちろんその大きな家の子たちが楽してるってことじゃなくてでもその劇中途中ね要するに視点がちょっと変わる場面が出てくるんですけど大きな家で要するに日本の養護施設の話してるんだけど視点をやっぱりちょっとこうもっと広く取るとそれもまた全然違って見えるとか出てきてやっぱその幸せってなんだっけじゃないけど。 なんかやっぱその近視眼的というかね視野が狭くなるとやっぱりおかしなことになるなとつくづくなんでもそうですすすね本当にごごくくそれは思いましたそういう意味では汚し説ってもちろん大変なところあるんだけどやっぱり常にオープンな目にさらされてるし人の流動性もあるしいろんな人が出入りしてていろんな子たちもいるしっていうんでもちろんそれゆえの大切さもあるんだけどだからこのぐらいのなんかねみんな結構ね クールででもももあるんですよね子供クールっていうかその、うん、冷静でもあるんだけどうん、うん、なんかそれわかる気もするなそんなこうあったかい美だみたいなことばっかり言うわけじゃないんだけど、うん、でもそういう言葉とかじゃなくて、うん、見ていくと「いやでもこれはやっぱ皆さんそうやってご謙遜されますが」とかそうやってこうクールな感じ言ってますが、うん、でもこれその辺の過程よりやっぱりこれうまくいって っっててことじゃなないか思う瞬間もちろんそんな簡単じゃないんだけど簡単じゃないかもしれないけどとかねいい子たちが揃ってるってのも当然あるんだけどあの素晴らしい作品でしたいやそうですかぜひ見てくださいすごい入ってましたあね話題らしいですね本当にどうすればよかったかに至ってはもう毎回満席です早めに撮らないとちょっとポレポレ大ヒットだと思いますね素晴らしいというような話もねまあありとういましたねほんとにステッカー差し上げるってことにしたんですけど それでも4人メールの数13じゃないですよ4人ですメールの数ですよつまりこれがついに実数かっていう雰囲気になってきて違います違います違いますよねまあいいんだけどさよくないですいやよくなくないでしょ別にそのアマゾンさんがねやっていいって言うんだから4人でいいよって4人でいいよって言い方はしてないんじゃないですか4人でいいよって言ってないと思いますよ4人って実数はともかくまあまあいいんじゃないですかってことでやってるわけじゃもうもうね そこはかんない俺も Amazon さんにそれなりにやっぱり申し訳が立たないからだからそのステッカーにも配ってって思ってそれなりにね新しいステッカーできましたよだしそれなりにやってるんですよそのコーナーね課題話した翌週はちょっとやわらかい本紹介しようかなと思って僕なりに考えてやってるんですよでもね実数4なんですよ4が結構入れ替わったりするじゃないですかじゃあ じゃないですかだって、そんぐらいですよ。いつも送ってくれる人もいるから。13はちょっとマジで、ちょっとごめんなさい、ちょっとかまちょっとふかしちゃいました、なるほど。ちょっと、ちょっと、ちょっと、あえ、持っちゃったってことちょっと、ちょっとすみません、口が滑っちゃって、ちょっと見え張っちゃって、13とか言っちゃいましたけど、2人言いたかった正直、実感は6です。実感は 6? まあね、もしよろしければねアマゾンオーディオはちなみに別に歌丸文スしか聴けないというそんなポンコツなね仕組みじゃございませんので定額ですけどもそれで実質要するにそのオーディオブック聞き放題なんで結構いろんなコンテンツバッチリ入ってますしその中でお勧めコンテンツの話もね歌丸文スでもしてますけどそうもありますし知って 新刊も含めて結構あのがっつりいろんなもの入ってますんでこれも入ってそはないという他間違にもあと皆さんいろんなねポッドキャストみたいなやってんですよやってます人気者たちがそうですねやってるわけはいそれ聞きゃいいじゃんそれ聞きゃいいじゃんでそれを聞くことで担保されるからその部分はお金はなるほどね 歌んだこんなこんな絵をかなっと言われてもいやいやほかにもいろいろあるって言ったじゃないですかそれをまずその聞いていてもそれでもともと撮れてるわけですから、うん、そんな怒んないでくださいよっていうことは言いたいねうんうん、うん、<laughs> 言ったらいいよ <laughs> 言ったらいいしもう言った、うん、というようなね、うん、大いなる葛藤とともにお送りしてるわけですそうですね、うん、<laughs> さあ視線がテレビの方に <laughs> お,お,しお知らせ一個だけ何何な シネマランキングの話はもう一回して,してああして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 し12月26日木曜日木曜日今年最後の放送になりますが番組丸ごとシネマランキングをやりますでえっ、ー、とー皆様にご協力いただきたいことといえばリスナー部門の投票がおそらくこのポッドキャストが配信された時にも始まってます、うん、番組ホームページにあるバナーから投票ホームに行って今年のムービーウォッチメンで扱った映画の中からあなたのベストに 投票してください48<本>48本あります、うんうん、でその結果を26日木曜日の放送で発表します。ねえ<ー><ー>今年はね何かね俺割れる気がすんな。うん、一極集中って感じがちょっと想像できないよな。ーーあの めちちゃゃくいい作品もうベスト級のものはいっぱいあるんだけどいろんな方向にないんかそうそうそうでそのそう良さの方向が結構いろいろであのなので多分割れると思います確かに予想つかないなというのが私の予想ですかねまあ皆さんちょっと考えておいきましはい楽しいですよねはい楽しだシリアか ニュースが始まっちゃった。ああ、でもやっぱアサド政権は悪夢のようだったってさ。うん、それはいいんだけどね、なんかイスラエルが進軍とか言ってね、うん、それもどうかどうかっていうかその、そんなことなっちゃったって話な。えー、NHK はこれフィラーですか ?NHK はフィラーかな,かな 異国の電車のフィラーは久々に見たの俺でもねフィラーはやっぱりね僕が昔90年代フロントで連載した「ビーボイズムの中で書いた「寂しいなお前だけだ」っていう名作会がありましてフィラー映像について書いてるんですけどその時のやっぱりとにかくフジテレビの深夜のフィラーだと今もちろんやってませんよあれがよくできてたな 一フィラー映像だいぶなくなりましたねずっとなんか要するにさフィラーやるぐらいならショッピング入れちゃうんだよねあそうなるほど少しでもお金になるようにっつってーいやシリアちょっとあでもなんか皆さん喋ってるなんか絵悪いね祈っておりますけどねそうですねホントですねハサド政権全然ね良かったわけじゃないんであれですけどもいやーちょっととういうことになるのか<ー>で <laughs> 結構ショッピングが多いもんな多いです、ね、電車 へこれどこですかこの山の中結構悔しいでかわいい、かわいいね。あのかわいい場所です。ね、引っ張ってるんでしょ、かわいくない山、あ、ほんとだ。山なんかってますね。奇襲のトンバル。江戸時から6に戻って。あ、無罪判決ですってよ。なんかいいですね。まあね。陪審裁判だったね。ああ、そうだったんですね。なるね。まあまあ。あんまり。 話題にできる <laughs> ゃてな。<laughs> <laughs> 浅田真央ちゃんとかもね、出てますけど、まあ、そんな。ディズニークリスマススペシャル。あ、うん、アナアナ雪の。短編ですね。うん、短編。ホリデースペシャルみたいなやつ、ね。ディズニーのクリスマス関連の短編をまとめてやるんじゃないですか。あ、いいかもね。もう、まあ、多曲のあれですけど。なるほどね。うん。 そなんディズニープラスでもそのディズニープラスのメイキングドキュメンタリー結構各作品にくっついてて例えば今日のねあれで言ったモアナの一作目のロン・クレメンツとさマスカーさんのコンビの出世作でもある例えば「リトル・マーメイド」とかも結構。 長めのというかな何個もメイキング・ロ面クメンタリーがあって結構詳細なんですでやっぱ本当にディズニー・ルネサンスの始まりだからそれこそアラン・メンケンとかがまだ映画音楽作ってない段階でそこに参加してくるくだりとかが本人インタビューで出てくるんですよ。これすごいですよマジで。だからあのやっぱねすごいだから「リトル・マーメイド」マジですごいんですよ本当に歴史を変えた一作だしでそこから本当にそれこそ「美女と野獣」なんだろうっていうそういう時代が始まるわけで。 あのすごいしでその次は「プリンセスと魔法のキスで」でちょっと今日乙葉さん話聞,き直聞いてて見直したくなっちゃいましたねでもうあなわけですからすごいんですよ、うん、あのコンビは「プリンセスと魔法とキス」はその本当に 2D セレア,アニメーションこれとこのためにわざわざその「リトル・マーメイド」コンビが呼び戻されてきて、うんうん、で若手のアニメーターたちに CG しか作ったことないような人たちにそれをもう一回叩き込んででなんだけど まあこれとプーさんで終わりなわけです。でうん、プーさんがちょっとこけちゃってっていうね。で、ラプンツェルから50とその鳥 3D。まあ今のその 3D アニメ混じりっていうか、3D アニメとしてのそういうディズニーアニメみたいなもみんなだいぶな慣れたけど、うんうん、でもね、プリンセスとの本気で見ると、うわ、なんていうかね、なんて贅沢なことしてたんだって。<laughs> 本当ですよね、本当ですよ、ねうん。めちゃくちゃ思うよ。うん、すごい貴重なものを見てる感じになるし。いや、ちょっとね、いや、すごいね、やっぱね。 うんね、そしてね皆さんちょっと忘れてると思いますけど本当に「プリンセスと魔法のキス」の私の2010年だから映画表したの、うん、14年前ですからもっとほとんど15年前なんだけど、うんあのー、改めて自分もノート持ってきましたけどその,、うん、その時の自分の表も読み返して、うん、ああそうだったっつってで見返してみたら、うん、本当最後はもう号泣ですよ。うん、もうあるキャラクターが本当に この表の表中でもも言ってますけどもアニメっていうかただの星描いた絵なんだけどうん、うん、星ただの星描いた絵に体が震えるほど号泣してしまうっていうかしかもそれにやっぱそのディズニー再ルネッサンスというかうん、うん、星に願いをていうのが全くその新たな意味を持ってその響いてくるっていうかね素晴らしいんですよ。だから本当にうんうん、うん ちょっと今はね、半分ちょっと忘れられてるところあると思うんで。すけどそうですね、すちょっとね、うん、これ重要ですね、うん、やっぱね、うん。あの、やっぱ、あの駅の大成功って、あの駅はやっぱ決定版すぎたんで。うん、例えばさ、そのさ、えっと、プリンセスと魔法のキスは、もちろん、例えば、アフリカ系の、えっと、主人公ってとこは、すごく画期的なんだけど。うんうん、えっと、まず最初に、そのさ。 あのいかにもディズニープリンセス的な昔ながらのおとぎ話みたいなのを聞いてて、うん、で白人の女の子はそれを聞いて喜んでる、うん、でその金持ちの白人の家の使用人をやってる黒人家族の娘が一緒に聞いてて、うん、っていうそこ,こっちが主人公なのね、うん、でもこれだけでも何をか言わんないしで,、ねでえっと、こ,これ一応プリンスが出てきてプリンスとの恋愛は描かれるんだけど、うん、その結局その。 王子様に嫁いでめでめたしじゃねえだろってていうことを提示してるわけだから一応最近のあれはさもう恋愛も扱わないって感じになってるじゃない一応恋愛ではあるんだよ恋愛ではあるんだけど王子様だから結婚するわけじゃないし王子様もその何て言うか可愛いから結婚するとかそういうんじゃないみたいなそういう感じでまあそこの見直しが行われてるで最終的にはその何のて言うかなこれ,これがてうか 今回のプリンセスだっていうちゃんと打ち,打ち上がりになっててみたいな感じでねちゃんとそれはそのなんていうかな新しい時代の始まりっていうのは続けてるしでもやっぱりその,その流れでの決定は確かに穴ウけなんだけど決定的にもう完全に言うと恋愛じゃないってなったのはやっぱ穴受けからだしうん、うん、モアナに至ってはもう,うん、うん、モアナとさマウイがさ 恋愛関係であるわけないじゃない。男女キャラクターなのに、もうその匂いすらしないというか、違和感もそこにないという。別にそうそうそう、なんていうか、何とも思わないじゃない。だからもう決定的にそう、だから穴焼きで完成したもので、さらに今度は、ひょうも言いましたけど、やっぱりいわゆる発展途上国的文化というか、昔のディズニーであれば、もう表層をかすめ取って、あれしてたところを徹底的に当事者を入れて、作り手側に当事者を入れてっていう。 例えば、うん、あのコーダにおけるその聴覚障害を持った方を当事者キャスティング、うんうん、それだって十分じゃなかったりするんだけど、うんね、あと、ね、どんどんその作り手側に入らなきゃだめだっていう,、ねていうね、話をいろいろしてるじゃないですか、うんうん、まさにそれの先駆けっていうか、ね、2016年作ってたの2015年より前なわけでハミルトンあのリンマニュアルで読んんだからハミルトンで15年にブレイクするんでそれより前から作ってる、ねうんで、うんうん、となるとめちゃくちゃゃく先取りしてますよ、ね、今の方がその価値が分かるって感じしますよね。 でそうそうそうで、まあ、間にちょっとコロナはちゃんと捨つしてるけど、うん、まあ明らかにその後のモードの本当に先端を走ってるのがモアナでもちろんその美点は今回も受け継がれてるというかもちろんちゃんと何、うん、て言うかな、うん そのオセアニアのね、うん、あの太平洋諸島の文化みたいなものをちゃんと、うん、そういう描写楽しいですよねなんかねそうそうそう,そう、うん、儀式みたいなものを,を家の中で集ま,、うん、集まってみんなでやってたりとかするとか,とかまあでも一方ですごくこうまあ基本の基本にね、うん、あの左から右の話でてこれ一個言わせましたけど、うん、あのご丁寧に皆さん気づきましたかねご丁寧にいかだに進行方向の矢印の道あの 模様が入ってます<ー>、うん。こっちに進んでますね。<ー>矢印が<ー>あの図案化されてます。もちろんそういう図案がその、うん、あっちの文化にあるんでしょうけど、あのご丁寧に出進行方向左から右向かって矢印が<ー>あの常にあのボートにはついてます。あ<ー>、そうなんだ。そんぐらいで。だからそのいくら左から右が基本とはいえ、本当に。 今回特に思ったけどちょ,ちょっと本当に律儀、うん、すぎないっていうぐらいずっとやってんだけど<ー>そうしないとさっき言ったように迷っちゃうんですよねこの話って、うん、目印がないから。とかね、まあ、他の映画でも結構そのちゃんとやってると思いますけどね例えばそのリドリー・スコットとかが、うん、それこそこ,この間の「グラディエーター2」とかも、うん、特にその城壁を攻める攻めないとか最後のクライマックスローマ市内と、うん、なんとなく思い浮かべてほしいけどローマ市内とあの門を挟んでローマ市外に。 なんとなくだけどローマ市内の方が左側に感じません画面内でなんとなく。とかさあのとか最初の城壁戦でもなんとなくだけど主人公たちがもともといる北アフリカのあっちの国の方が左に感じませんなんとなく右から来てますよねあの攻めてきてる感じしませんあるいはナポレオンの最初の砦戦なんとなくだけど左から右にずっと攻めてる感じしません だからこういういのはちゃんんとやってるんです特にあの複雑になる戦いが複雑になったりとかアクションが複雑になればなるほどこういうことをどう守ってるかすすごく大事なんでう。例えば逆に今回のモアナであの彗星みたいに線を引いてるじゃない同じ画角でそこは動かないって言ったじゃないうん、うん、あれ線が逆の方向向いてるショット一個にも入っててごらんなさい。 すすごいいるよねねねねイイマジナリーランみたなももんんだそう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 イマジナリーラインってね会話とかでよくその会話の取り方として言われるけどというよりはその場面場面のその要するに混乱させないための仕掛けだから別に会話に限らないしあの取り方は別にあの声だっていいんですとにかく全体として伝われば混乱しなければそそううっていうことなんだからエンドゲームのその左から右も全部。 レンドゲームとか全部そうしてるわけじゃないんだけどうん、うん、大筋でなんだけど、うん、モアナ2は本当に笑っちゃうぐらい笑っちゃうぐらいほぼ全額最,最初と最後は左から右以外に進まないこれほど徹底してるのはパストライブスぐらい本当にあパストライブスはやっぱりあの韓国人の男の子が最後、うんうん、左から右にその進むから。 感動するみたいなだから全然違うタイプの映画だけどうん、うん、ある種同じ映画の文法構造をつってる。うんうん、と同時にちょっと意地悪なことを言えばそのつってもその要するにそのオセアニアの文化を学んでとか,ですか世界のそういう文化をちゃんと謙虚に学んでっていうけど、うん、言うてもまあ欧米の文法で作った映画っすよね。なるほどとも言える。うん、だっって日本はやっぱり一応、うん、まあ 漫画とかは逆ですよねアンダーカレント表の中でその話ね、うんうん、逆の話もあるんけどよ、ねうん、そうだからかんまあ少なくとも漫画のその何て言うの本で読むことを想定している日本の漫画はやっぱり左右がこの逆の、はいはいね、右下が左下っていうそうだから、あのー、それこそ翻訳する時とかね、うん、なかなかその辺とか難しいんだろうなとか思ったりしますけど、ね、そうですよね、うんだし 世界に向けて映像化する時とか多分そういうとこも気を使わないといけないっていう話に本当はなるんだと思うんですとかねそんなこと思ったりする今日この頃でございましたいやいいですねちょっと見直したくなるなそれだけ見てるだけでも結構楽しいよんかこの感じそういうある種のルールですからねある種ここもここも左から右なんだみたいななんか大混乱してるように見えるけど全然ずっとそれだなみたいな うん、あの笑っちゃうぐらいなんでぜひぜひちょっと確認してみてください。うん、ということですね <laughs> <laughs>。あれ <laughs> 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 天,気天気が右に映ってるこ古代エジプト展をね今度森,、うん、森美術館かなんかでやるみたいよ。前あのなんかあ,ーーっあっちのさ<ー>あ、あのー、なんだっけ 両国のさ、なんだっけ、大江戸博物館って、あそこのところで一回やってるの行ったんだけど、今回、ブルックリン博物館かなんかなんかな、ちょっとそれもこれもね、エジプトてやっぱいいですよ。行きたいですよね。あとは、と。あとはじゃないよ。あとは、インディ・ジョーンズの、あそうだ、稔く君インディ・ジョーンズのゲームの話。そうだ。大いなる演えそうだって何じゃ歌子さんに、あの、あれを返さないインディ・ジョーンズのメイキングも返して。返さないで。 来週返しますでゲームバスに入っててオープニングはね「失われたアーク」のオープニング「失われたアーク」のあのオープニングはねあのオープニングほぼ完コピがチュートリアルになってますああなんだけどちょっと私文句があるのはあの三人称になる瞬間もあるんだけどいやその「インディ・ージョーンズ」は そこは、インディ・ジョーンズは、そうだよね、客観的に見たいよね。よねなりたいわけじゃないよね。うん、見たいよね。インディーそう、うん そう俺がインディ・ー・ジョーンズとか別にいいのよ <laughs> インディ・ー・ジョーンズを操作したいの確かにあ<れ>そりゃそうだよ、ね、そ,りゃそうだよ、ね、かそ,りゃそうそれがねなんかねやっててなんかだんだんこれじゃない感してくるのはあーそっかいや、うん、TPS じゃないんだ FPS なんだそうなんだ<ー>まあでもところどころあのねだから変わったりしてそれもねなんかね定まんねえなってであの豊富にムービーはいっぱい入ってますだから普通の映画よりはもうバリバリそれを見る感じでゲームとしてはきっと多分緩めなんだけどうん ムービーいっぱいであのー、一応もちろんハリソンフォードなんだけど、ただね。ちょっとね。若干シュッとしたハリソンフォードです。<laughs> あ,ね、あの, <laughs> あ,の,あ,のあの時代にしてもちょっと鼻筋とか首とか。 <laughs> こんなシュッとしてたっけっていう <laughs> あの、ちょっと綺麗なジャイアン、ちょっと綺麗なジャイアン化したハリソーンフォトでありますねゲームにこの実際の俳優が取り込まれたときに、若干生じるその、ちょっとこれ、シュッとしすぎてるなっていうちょっとあの僕はまだ最初の方しかやってなくて、最初の方やってて、まあ分かったわと思って、まあ、結局、ファークライシックスに戻ってしまったんですが。<笑><笑> あまあでもねまあちょっとミラく君にはお知らせしときなとえ,ー、えその名場面を作り直したから全部そ,し新しくそうだねで一応そこはカット割りとかその起こることとかもオープニングだけねオープニングだけはあの缶コピそれこそオープニング最初は本当にあの山からあのコロンビアの,、うん、あの映画のあれで最初重なるじゃんあそこから始まってでいや全く同じあのインディーが最初に顔を見せるところとか何でもいいですけど。 あの仕掛けも全部毒サ入って仕掛けもその光に手をさすとこうなっちゃうとかここに押すとこうやってバーンって出てくるとかあと途中で裏切るじゃないですかポーターっていうか彼女はあれとかも含めて、うん、まあでも改めてあれ1980年八0年の家があるんだけど、ね、まあね当時から言われてたけど、まあ、今の感覚で見るとめちゃくちゃ人種差別的だから <laughs> <laughs> はっきり言って。<laughs> ものちょっともう今はこれ許されねえなっていう感じがの伝説とかかかなないやいやもうこのペルーのオープニングだけでもうペルー人に対して失礼極まりないだって何の権利があってお前このあそれ盗んでんの確かに確かにもうねで旦那辞めましょうよって何度も言われてんのにそれじゃあハンターな何でもしていいのかってわけじゃないですもんねで結局白人拓人取り合ってるだけじゃん確かにうんクソみたいな話です あちなみにね、そのレーダー、レーダーも含めたね、スピルバーグの癖、これに関しては。歌丸分してる。前回やってます。そうですね。聞きたいな。なんで、なんでそこ噛みつく。のえ、韓国も大変ですよ。まニュースもおりました。あ、とあれだ、俺の好きな、あの、テレ東のミュージックビデオの番組だ。 んん全然知らない人とか全然 <laughs> んんそれ好きなのよ<ー>でほらみんなさ、うんあのー、これ全然皮肉で言ってるんじゃないの、うん、やっぱ気持ちわかんのよ、うん、みんな一生懸命作ってるじゃない、うん、ミュージックビデオあんまり知られてない人でも、うん、そううかな。 音楽これ何て言うかなこれなかなか伝わんないんだよなみんな頑張って作ってて頑張れって思うけど、うん、そのでもみんながうまくいくわけじゃないし、うん、このビデオ自体すでにそんなにうまくいってるわけでもないみたいな僕らだってそういうことあるからなんかその気持ちも分かるし、うん、そのどうしたもんかねっていうこの感じんていうかなすごいねあの音楽業界の。うん 人と話してる気持ちになるっていうか、ああ会話してる気持ちになる。これ何？お金なかったこれみたいなとか、あこれあ工夫したね、工夫してるけどなんかああそうかみたいな。これ何？やっぱちょっとお金なかったとか。あでも頑張ったよねこれとかなんかねいろんなこうやり取りをしてしまうんですね。会話してる気持ちなんです僕これ見てたらすごい好きなんです。あと普通にあの知らなかったいい音楽も知れるし。 え、時折で、あの、一定の割合でハロープロが入るみたいなね。ああ、なるほど。感じもいいんですよね。全然、この時間、普段テレビ見ながら、分かんないな。そうなんだ。<ー>いいんですよ。やばい。相変わらず、あとは、ですね。あの、暴れん坊将軍の横には、天気が。<laughs> 天気がありますね。失礼、失礼でした。失礼しました。失礼しましうん。あ、まだ温度、さらに下がっちゃった、豪天さんの。寒いだろうな。寒いね。今週も寒いんだろうね。多分ねもうちょっと暖かくなるまで、待った方がいいんじゃない、えー。春になる可能性あるよ。 うん、いや違う違う出るのさるの、ね、今一番寒いからさ、ね、日が出るまでってこと、うん、これねビデオの切り替えのポイント多いんだよねあのね無造作のあ,あの,あの曲乾燥しないんだよね、うん、確かねそうあの普通にバースっていうか <laughs> サビとかでもないんだよ <laughs> 普通にものすごい無造作のところで変わるの快的に1分半とかそういう感じで切って、ねうん、これがすごい好きね <laughs> アニメだ、えー 今こういういの作れるもんね,ね昔はね、アニメの PV 作ると普通の自社の丸が一つ増えますよって言われてまあ僕らの,あの西原商会のあれとかはにサンライズなんでガチで大変ですけどね,ね今はね、フラッシュを使ったりとかねしてあお曲すぐ変わったソーラーパネルをこれ売ってるんだあれであのショッピングでポータブル電源ってやつですねあ<ー>非常時に便利なでいやでもさ、蓄電はした方がいいよ、ね、もっとにあのそこをもっと利用しないと。 マジでねねハウススタジオで撮ってんね。寝た、寝た、ハウススタジオ歌いながら寝た。テレビも映るスピードもすごい速いんで、今、右から左、左から右に変わった。無造作に映ってるからね。頑張ってる。地獄が呼んでいるのあの、配信者みたいなやつが寝てた。やじり、やじり。やじり、やじり。なかなか厳しかったなぁ、なぁ。めちゃくちゃ面白かったなぁ。 もう2始まってますよそっかあそっかそうですよ大変なんですかなだなああれは見てんの窓際は窓際はシーズン4はそのいつスタートしようかなと思ってて今ちょっと別にその見るとまとまった時間が必要だという認識になります稲田君も見てくださいよそうなんですよねまだシーズン1の途中止まっちゃっててちょっとシーズン1はねまあそのペースでいけんのよ止められんの途中でああ早く見ろよ、うん 早く見るこのビデオはちょっと画が暗すぎるなぁ<い>ちょっとよく見えない黒だね俺もサングラスしてる癖もあるけど <laughs> <laughs> たまにあるよ、うてたさんと「<laughs> あ暗いなぁあ俺サングラスだからか」ってたまに言うよね <laughs> 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 結構俺好きなんだけど、ね、<laughs> <で> 1>, <ー>1週間に1か月に1回ぐらいかな<ー>うんあ赤坂プリンスはえ東京ガ全デン部え すごいアメリカファン,ファンえだってエリック・サウス入ってるとこでしょあそこですねヤフーとか入ってるとこじゃないのだって俺前車椅子のあれであ<ー>あ<ー>そうな<も>、ねうんえ何そうなんだ、はい、アカプリア土地バブルの象徴そろそろ帰んないまあ確かにいやそれは全然 同どなんだけどこの流れにじゃあ何があらがってることになってるいや違う違うなんかその忘れ物ないかなと思って忘れ物ないかなテレビのさよくないと思うあのでも気にならないあのアイドル何かなって誰へいへいへいマミーへ寒いだろうね暑いのかな今のは本当にまずかったら暑いから寒いのかな これちょっと画面ずるくらいねちょっとねうんまあまああのやぶさかじゃない、ね、なるほど。よろしく帰ろう待って待ってえー、っとよしよしや <laughs> <laughs> ねよ <laughs> ねえ楽しかったさてさてじゃあ名乗って <laughs> はいここまでのお相手は エアエア番組構成作家の古川浩と古川さん、えーサの皆と。ライブスタートの頃でとうございました。えー、アフタ二月三ーンション2、毎週月曜から木曜夜10時から11時55分まで放送しています。うん、年内は、あ、えーま、とね、数週間ってありますんでね、うん、ぜひお付き合いください。そしてなんといってもね、うないラストダンス、うんえー、あと2週間。2週間ですよ。ねえ。2週間、あっという間ですよ。うん、確かに10年あっという間なんで走ってるんですから、2>, うん、2, 2週間、後や。 言わんや、ね、言わんや、わんや 2>, 2週間、おや、といったところですから、<laughs> 2週間、おや, <laughs> おや <laughs> ましてや、2週間、おやって <laughs> <laughs> こ,ことですから、油断せずにね、ぜひあのリアルタイムでね、お聞きください。さんのね、有志を、有、うん、というか、活躍をね、ねはい、応援していただきたいあの、リアルタイムのメールもいっぱいいただきたいですね。あとはそのハッシュタグ つけとけてててててしちゃったしちゃったこ見見 <laughs> 見ないいいで <laughs> <laughs> なんんんんだ <laughs> 3しだるよよかかかりますよもうりまますす長ど顔が動さそのうも次のミュージックビデオが始まっちゃうから、うん、気になるんですけど皆さんテレ東のねあれも見てくださいということで <laughs> 大変お世話になりました <laughs> 非常にお疲れ様でした。ということで、来週まで皆さん、お風邪のときかぬよう、結構、ほら、インフルエンザだ、コロナなんかも意外と流行ってるようですから、ぜひぜひ皆さん、年末までお体調の外を崩させるように気をつけて、手洗いうがい、徹底して、徹底したところでかかるかもしれませんが、かかったらかかったら、それはくよくせず、むなしといったところでございます、人間、そういう時もありますんでね、といったことで。 これが、この、ビヨーンってなっちゃって、この、手帳のゴムがね、なんだっけ、この、モレスキンの紐がバンドがモレスキンの手帳ってかっこいいと思ってたのに、こんなかっこいいのベロンベロンだね。ベロんだパンツだよ。かっこ悪い。かっこ悪いよね。かっこ悪いです。信じられないよ。ダサい。だ、しかし、ベロンベロンする。ない。こんな見たことない。何も止まってないさ、だから、モレスキンでさえ、こういう日が来るんです。言わんや。

とあもう田中さんが今もねあ田中さん田中さんね意外と怒ってんな無理もないよね無理もないと思う本当にそんなもんなねおなんかだいぶ雰囲気上がってねほらこういうのがね気になるのすごい結構さ開けたとこでバンドが弾いてんだけど結構これセッティングするのも大変だしさあとテレビに見えから何回テイク取ったのかなだったらこれ ね、何回目もあるわけじゃないから、うん、この度撮ってんのよそのなるほどでワンコンまでお願いしますとか言われてやるわけその度にパク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 さ、うん、やってさ、うん、大変なんだよでしょうね熱い,、ね、いんじゃないこれやっぱ撮ってる時乾燥で出してさ、うん、暑い時期かなあこのなんかライトなんか見たことある感じだなこの感じなんかのなんかのパクリっぽい感じだなこのライト当て方、うんうん これそれでいいのか君たち <laughs> 本当にやっぱ対話するんだよね <laughs> <laughs> すごいどっかでみたいな感じになってけど<の>いいのかこれ対話対話,対話じゃねえなこれやっぱり <laughs> <laughs> 対話じゃねえよ普通にテレビ見て言ってるだけだん。うん <laughs> へ<ー>あおせちおせちだ <laughs> 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 とああもうそうだねおせちを食べる頃まで元気いっぱいやっていただきたいと思います、はいえー、じゃあこれを合わせて元気いっぱい笑っていきたいと思います、はい、せーの OK ケー。